おっしゃ、ふわっち開いた。じゃあ皆さん、ふわっち移動します。お疲れです。どうも、ワドツです。はいしょ、はいしょ。はいはい。YouTube ライブからいらっしゃい。さっきの続きの動画見ようか、じゃあ。さっきの続きの動画でいい？弾丸塾の。はい、ワドツ。YouTube ライブ組の人、来てくれてありがとう。ふわっちのメンテナンス終わったんで。弾丸塾見ましょう。シャープ3、書類選考編見たんだよね。こっから見ようか。結果発表から見ます。結果発表見ましょう。あ、音が。ちょっと待ってね。失礼しました。ダム管理のですね。けんけんがくがくの会議が、ね、はい。ありましてですね、決まりました、高さん。面接に来られる人そうですね。の結果発表そうですね。まず、まあ、ちょっと言い方悪い、まあ、一次審査的なね。こんなものはあってなくてもんなんですが、だから、ここでね、受からなかったっていうのが、呼ばれなかったって方は、決してがっくりしないで。そうですね。実はそっちの方がすごいかもしれない。そうなんですよね。我々の域に収まらないぐらいに、その人たちはその人たちで集まって、また維新軍として我々とあ、やっ打ち勝てってもきてなるほどさ、ね。落ちた者がどうしたね。お敗者互い復活に軍団相乗効果でさ、最終的に勝盛り上げられる。つこと多い、ありますもそうんいうことね。ですね。僕らも分からない、まあ、将棋だけで見てますからね。はい。まだまだ時間がないんで、じゃあ、準備発表の方しましは。ょう。ははい。エントリーナンバー1番で、海宝さん、おめでとうございます。海宝さん、おめでとうございます。海宝さん、おめでとうございますね。はい、じゃあ、エントリーナンバー2番、ココア様さんね。はい。見とか通過ですかね。おめでとうございます。ということで、ナンバー4番、踊りベリーの太郎さんね。もうね、ベテランみたいなんでね。なんかね、期待してますよ。もうね、そうそう、ベトナムな感じで、5番、エントリーナンバー、ピンクさんね。はい、これもなんかね、もう女性の方です。ね。10番、アグニンさん、これも女性、ご覧ください。女多くない？女多いんですよ、女の人が。そう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 ね、で、よかったよ、アグニさんね。はい、アグニさん。はい、そしてね、11番、野田総理、よかったよ。よかった。たけし、文句言ったやつ、いいぞ、来い来い、あい来い、あい来い。あれは本当期待してるからね。全然いいね、いいですよね、中さんね。はい、合格、野田さん。国籍とか変えられるよね。変えられる。そう。大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫、変えちゃって大丈夫なんだよ。たけし君に変えたって言うんだから。12番、ヘナチョコサダさんもね、はい、ちょっとね、そうなんですよ。この方も受かりましたから、でかい人。14番の、アキラッパさんも受かりましたね。はい、いいですね。アキラッパさん、おめでとうございます。この、面接用の写真なのに、ガンつけてるからね。いいですね。ちゃんと、まあ、いいでしょう。15番、岡山みどりさんね、受かりました。ということおめでとうございます。大人気配信者なんですね。逆に力借りちゃうぞ、みたいなね。頼むぞ、頼むぞ、岡山。明らかに利用しようと思ってますよ。そうですよね。お互いそうですもんね、岡山さんね。14番、ハニー大きさも受かりましたよ。はい、なんかコツコツやるのが得意だった。そうだよね。こういうの必要ですよね、こういう。やっぱ可愛いみたいなやつが必要じゃないですか、やっぱ。バントとか。17番、怖い人、怖い、怖そうだけど、そうで、野良猫さん、受かりましたよ。はい、これもね、受かりました。コミュニケーション障害だと。彼は、この顔でメイクで面接会場来るのかな。来てもらうもんね。世紀末的なことなんですかね、わかんないですけど。当たり、性格変わりますかね。変わりますね。ガラッと。パーティー行くやつになるんですか。20番、3杯目。アットマーク聞かれてるか。体使うの大好きですね。この人すごいらしいですもんね。そう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 ね。人気あるみたいなんで、はい、ぜひね、力貸してください。日本中の人気者になるかもしれないね。そうですね。この気にね、まあ、僕でも力借りますよと。お願いしますと。20番。21番。あ、よく泣く女の子でしょ、これ。コナンちゃん。泣く子。だからこれはもう新宿の町にね、檻に閉じ込めて泣かせようというだけですね。泣き部門でね。泣き部門。うち泣き部門ある。フォトジェニック部門と泣き部門がありますからね。21番。22番。小島グランプリさん。なんかもう、すごい過激なことやるでしょ。何って食わせようか。そうですね。何を本当に、まずそこに行きますよね。でも受かりましたね。小島グランプリさん。おめでとうございます。はい、23番。
ネルさん、なんかちょっと男前な感じでね、うん、はいはいやってますね、いいですね、パトカーから配信ってなってますが、そういうのやってやらなくてね、うん、もうちょっと前どんまく入るでしょうね、いい男だから、ね、いい男ですね、中に使いんじゃないかな、そうですね、はい、わかりました、ということで、26番、ひどんなさん、ぜひぜひ、ちょっとふっくらした感じよ ね29番、トム・ソーヤ、あ、これほら、旅してる人、トム・ソーヤ池上さんですね、楽しみだね、旅してる人、今大阪まで旅してる徒歩で、あ、そうだ、連絡つかない人、そうどっか落ちちゃったかな、崖下とか、そうですね、名古屋辺りに落ちたかな、分かる、楽しみだよ、俺も楽しみだもん、9番分かりましたよ、トム・ソーヤ池上さん、30番ワン太郎さん、あ、こっちはもっとあの大阪とかじゃないよ、でかいよ、インドの方行ってんでしょ、そうそうそう、インド行ってんですよ、神の声が聞こえる人、神の声が聞こえる人ですよ、はい、この人もでもすごいね、なんかあもうね、やりそうですね、この人ね、なんで若い人は必ずなんかこう自分見つけの旅で自分探しちゃったんインドとか行くんだろうね、自分なんか探そうとないのに ねスウェーデン行ったらフリーセックスでフリーセックスもうねスウェーデンの方がいいよね、スウェーデンイコールフリーセックスってもう古いからね、この昭和の発想だから俺らもスウェーデンそんなところでないらしいからね、今だけスウェーデンで三島のセックスやと思ってるでしょ、スウェーデンの国旗見ただけでもうちょっとムラムラしてるこの国はと思ってワンタさん、わかりました。はい、おめでとうということで、次はですね、愛のお金さん。はい、なんかね、女性でね、はっきりしてていいよ。はっきりしてていい、いい、これもいいね、いろいろね。まあ、顔がちょっと見てみたいってもありますもんね。写真が分かんないですもんね。うん、あの、面接の時に、うん、あの、カーテン仕切った別室が用意されてますからね。そうそう、そう、そこで僕らフェラチオバカ野郎になっていい加減にお金、ほんと配信者も敵に回すんでしょうね、最初に。33番、柏木さんも来ましたね。元芸人さんで、なんかまあ、新日本プロレスの道場破りしたりとかすごいみたいな、ね。まあ、根性ある感じなんでね。もう一つのね、あの、笑いの世界で頑張ってそうですよね。何度でも笑いのチャンスありますもんね、うん、さんね、はい。34番、卵味噌さん、ダメ人間。これ誰入れて間違ってないお金使い込んじゃったやつ。うん、ちょっと、これ本当にあれ、2万ぐらい渡してお小遣いの、あれお使いとか行かせる帰ってこないのかありそうですけどね。初めてのお使い。初めてのお使い。まあ、とりあえず、私も相当ダメ人間だったら、ダメ人間にやっぱシンパシーで感じるんで、うん、そうだよ、立川談志師匠のね、あの人間の業だよね、業、そうですよね、うん、そういうことですよね、業の功って、ね、世の中ね、真面目なやつだけでじゃあ面白くないんだっていうね、老後もいたりバカもいるから世の中って成り立ってる、本当は業の功って の塊、塊やりましたよ、業の功っての塊はい、わかりました、卵味噌写真見てるだけで腹立つね、本当だよもう本当だよね、これを写真がさ、俺なんか見て、ね、俺なんかプスッと笑うと思ってるのかちょっと嫌じゃないですかまあ、会いましょう。ちょっと会ってみましょう。会ってみようね。はい。37番、もんちゃん。これ女性の、なんかちょっと大きそうな、モデルやってそうな感じのね、女性のもんちゃん、受かりましたよ。はい。いいことで、まあいいじゃないですかね。ちょっとね、26歳ですね。26歳。うん、6歩そうだね。6歩そう、6歩そう。とりあえず、こういうの入れていきましょうね。絵的にもね、女性いるとね、いいですからね。そうです。37番、受かりました、もんちゃん。それで、38番、ドネの深夜食堂さん。すごい格闘技もやってて、昔、武志軍団にちょっと入りたかったなっていう時代もあったみたいな。まあ、竹島君が好きだと言うんだからね、まあ、こちらが、こちら、振ったってやるでしょ。分かりました、どういうの、新谷食堂さん。分かりました、おめでとうございます。40番、ジョニー・オノオ、しょうがないですね。ね、社長だしね。社長だしね。うん、これで本当、打ち上げで一戦も戦ったら殴りましょう。まあ、これ、忖度だからね。忖度、いつでも首要因ですよね。ということで、その40番。はい、41番、パトラッシュさんも分かりましたよ。はい、すみません、あの家がでかいという ね。はい、そうですね。面接会場を越したので、ありがとうございます。いや、スポンサー兼みたいなね。飲み放題食べ放題でいいよね。もちろんいいですね。用意してもらって。そうですね、700円ぐらい払いますから、はい、お願いします。25人だそうです。一応ね、僕ら本当人を選ぶ人たちじゃないのは重々承知なんですよね、うん、本当は。だけどしょうがないですから、物理的に誰かやんないといけないわけだから、これね、スタッフの方から連絡いくと思いますけどね。そうですね、25人って言うと大概ね、4、5人はね、そうそう、本当に来ない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 、そういう時に他にね、そうそう、うん、保険がね、うん、二次合格的なのもありますもんね。で、来ちゃってもいいよ、来ちゃっても要するに、本当に来ると思うよ飛行機のキャンセル待ちみたいな2人来なかったら2人入れるなるほどね、外で待ってるもらってね俺たちは無視っていうね、うん、まあ、とにかくそういうことですよ。25人選んだけど、これ事情によって3人ぐらい多分抜けたりするでしょうね、うん、あるでしょうね、ということで、とりあえずは、はい、はい、今日はここまで、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、頑張りましょう。
もしもし聞こえる？あ、今スタッフさんから電話来てた。打ち合わせしてました、すいません。見えてる？みんな、これなんだ？なんだこれ、なんだこれ、なんで俺が映ってんだ。41番パトオッケー、はいはい、なんか弾丸力で質問あったら全然喋るんで質問ください。で、まあ配信者が決まりました。これ、これか。5グループで、5グループです。A グループがココア様、ヘナチョコ、サダ、ワンタロウ、ワンタロウ、野良猫さん、踊る便所太郎さんです。グループ分けのやり方って何が基準？まあまあ、この辺はまあネタバレにならないから大丈夫だと思うんだけど、ニコ生、フワッチ、ツイキャスが分かれるようにしちゃうと、大手さんと過疎が分かれるようにしました。はい、だから、大手さんばらけさせちゃうと過疎ばらけさせ、要はね、バランス取れるようにした。B グループ、ジョニー・オノさん、ハニー・オーキさん、ネルさん、ドレの深夜食堂さん、モンちゃんさん。だからバランス取れてるのよくわかるでしょ。勝ち残り予想はね、正直わかんない。なんでかっていうと、ダンカンさんが気に入った人を選ぶから、ダンカンさんがハマるかどうかはもう本当にダンカンさんの独断と偏見で決める。だから予想できない。全然わかんない。ただ正直番組的にこの人とこの人バラしといた方がいいなっていうのはバラしてるよ。いや、こっからは実力。だから例えばみどりさんとさ、ねるさんとさ、みどり、ねるさん、ねるさん、みどりさん、野田ゾーリとか並んじゃうとニコ生、ニコ生、ニコ生じゃん。そうすると、せっかく配信サイトね、4サイト参加してるのに、ニコ生勢だけの内輪乗りになったらコメント欄が嫌だなっていうのはあって、俺がばらけさせた。だからもうほぼ俺が決めてるね、ここは。ほぼでもないな。7割ぐらい俺が決めて、8割テコ入れが入った感じ。もうここは正直俺が決めましたね。なあ、ニコ生とうまくばらけて、いいグループ分けでしょ、これ。悪くないでしょ、どう思う？まあ、普通に全然ありだと思うんだけどね。まあ、あとはじゃあ雑談しますか。いや、ニコ生勢って、アグリンニコ生勢なのねって違うよ。アグリンがプロフィール欄にニコ生って書いてたからニコ生にしたのよ。そう。だから、一応ニコ生も勢の人はニコ生って、アグリンがプロフィールに書いてたのを採用した。ふわっちニコ生って書いてあって、なんだっけな、フォロワーがニコ生の方が多かったのかな。だから一応ニコ生勢っていう形にはなったね。ダンカンさんの趣味としてはパトラッシュさん気に入られると思う。っていうよりもね、もう前回の時点でパトラッシュさんはもう気に入られてる状態。現状気に入られてますね。もう面白いっていう。っていうのもね、プロフィール欄がめちゃめちゃ面白かったの。A4 の紙4枚ぐらいに、うつは治るとかずっと書いてあって、この人面白いねってなってたの。で、俺もハマると思うね。まあ、なんか妥当な判断でしょ？
こう内容を見てる限りだと。別にむしろ配信知ってる人がこのスケジュール組んでるでしょ、なんかグループ分けしてるでしょって感じ出てるでしょ。バランスはすごく気をつけたつもり。むしろ誰にでもチャンスがあって、そのなんつうか見応えもあるような、まあ正直言うと鳥は緑さんかなっていう感じだった。そこも妥当でしょ。まあ緑さんが最後落ち着けてくれるだろうなっていう感覚で、まあ頭は便所さんがやってくれるっていう、一番難しいところは便所さんかなっていう。例えばさ、 AV 女優っていうさパワーワードを持ってるから入りやすいのよ。だからいじりやすいじゃん。だからいじりやすい2人をまず投入したのね。でそこで温まったところでガチガチに緊張するだろうけど、まあワン太郎かな。で野良猫さんは俺キャラ知らなかったから、まあここで温まって、まあここやりやすく、で野良猫さん多分コミュ障で緊張しいってなってたからここに入れたの。でまあ便所太郎さんがこの A グループだ鳥で、まあここでドカン来るかなっていう感覚、俺の中ではっていう読みで、ここでまあ便所さんとか、まあここで温まったところで、まあネルさん行こうと、まあ絶対ここ安心感あるから。でネルさんはまあ鳥か、まあ真ん中かって言ったけど、ここは俺ネルさんいた方が安心感あると思った。でハニー大木さんってキャリア長いから、まあネルさんの前二人ぐらいいた方がいいなと思って、ジョニー小野さん、ハニー大木さん、ネルさんで、ネルさんの後にネルさん、やっぱニコ生勢に意識があるドレさんが入ったら面白いと。でモンちゃんもリアル怪獣グランプリとか話題になるだろうなっていう読みがあったし、俺モンちゃんのトークリスナーでよく聞いてるから、ここ女性取りっていう流れがいいかなっていう感じです。で B で次の C 行こうか。でここはまあアキラッパピンクさんで、まあ卵味噌中堅の、ここは似てるキャラクターっていうよりもね、トムソーヤ池上は多分ね、野田ゾーリの、トムソーヤ池上の上位互換が俺の中で野田ゾーリっていうのあったから、まあ、この対決っていうのは面白いのかなっていう。まあふわっちのファンもニコ生ファンも、トムソーヤがこう野田ゾーリに噛めるのか、卵味噌とかこう似てるでしょ、この枠組み。だそれそんな感じかな。で、あえて異色のこの女性のピンクさん、ニコ生勢と、まあ、アキラッパ、異色を突っ込むことによって、ここのグループのテイストを出せるように。うん。っていう感じですね。で、ここで D グループは、まあ、ヒカルくんなんだけど、本当はヒカルくん鳥がいいと思ったんだけど、あえての小島グランプリ。なんでかっていうと、一発当てる可能性があるから、小島は。正直ね、ヒカルくんケツでもいいかなと思ったんで、ここすごく迷った。でまあ D グループ中下りもあるじゃん、疲れるところで。まあここでまあ我らがふわっちのおかまちゃんひどんなですよ。だここ安定感があるから、下らないためにここでひどんな。そうで、まあ愛よりお金さん、アグリンさんっていう、一回そのここでドカンとくるから、ドカンを引き継いでいけるのか、それともね中下りになるのかっていう、まあ難しいところなんだけど、ここまあでも、ヒカルくんと小島グランプリとヒドンナで挟まれたことによって、ここも絶対閲覧飛ばされないっていう計算。そう、ヒドンナはもうだから一番難しい頭を取ってもらった。うん。まあ、あとヒカルくんはやってくれるっていう安心感だね。だから取り前がいい。要は E グループの前にっていう。で、最後の E グループっていうのは、まあ、横山みどりさんが本当は取りなんだけど、ダンカンさんに異常にハマったパトラッシュさん。やっぱりそのいじりがすごく多かったっていうのがあったから、本当はみどりさん俺鳥がいいんじゃないかってなったけど、ここ勝負なんだけど、本当は俺みどりさんが良かったんだけど、スタッフさんとの打ち合わせでここはパトさん行ってみようという冒険。うん。でまあみどりさんの前に柏木は絶対面白くなるだろうなっていう。でまあほなちゃんはほら喋れるから、ほなちゃんからハイリーの解放、柏木、みどりさん、パトさんっていう流れを組みました、最終的には。これは結構ミーティング重ねましたね。まあいい流れだと思うよ。番組の順番も構成もすごく計算して作ってますね。
何が基準っていうと、面白くなりそうな流れとか、そのキャラとかを計算し尽くした感じ。ステゴロお疲れちゃん、ありがとうございます。金太郎さん、まあ、だから誰が勝つかっていうのは分かんないけど、どうやったら面白くなるかっていうことを徹底的に考えてたかな。もうだから全ては面白くなるのはどうなのかっていう。お疲れ様です。チームと順番は結構やっぱ何回もミーティング重ねたし、3日ぐらい使ったかな。3日じゃ効かないかな。やっぱ何回も打ち合わせたよ、動画発表するまでに。うん。でやっぱりオープニングの頭が一番難しいっていうの分かってたから、やっぱココア様に期待だね、そこは。まあ、あとね、あのビジュアルがいいっていうのもあるから、閲覧取りやすいっていうのもあるから、お色気枠。あ、そこは期待だよね。どうなるかな、楽しみだな。いや俺も出たかったよ、結構いい番組でしょこれ。俺も出たかったわ。いやもんちゃん億万長者になったから、さらにネタ投下だっかんね、すごいよね。このね YouTube のリマインダー設定っていうのをクリックすると、生放送が始まったらこの番組だけ告知が来るからね、これ皆さん押しといてください。番組作る作業で何が一番大変でした？配信者が集まるかどうかっていう、もう全部が想定してなかったことだから、あの例えばダンカンさんってネームバリューね、みんな知らない人いないでしょ、ダンカンバカ野郎って有名じゃん。だからその人が集まるのかで、今度人が集まったとしてもやっぱりその大手さんが集まるのかとか、話題作りとか。だから正直今だから話せるけど、香川さんにはほんと助けられた。俺一回大阪に行って京都に行って、香川さんに一回お礼言いたいね。香川さんがあそこでディスツイートからのディス配信やってくれなかったら死んでた、うん、で香川さんがディスってよっさんが乗っかってディスったでしょ、うん、だからあれがなかったら正直ここまで人集まらなかったね。で香川さんのツイートきっかけに、みどりさんとか野田が参加するってやっぱ広まったから、香川さんのディス配信でふわっちで1000人見たんだよ。それでなんか面白そうなことやってんなって言って賛否両論になったから、香川さんがディスってくんなかったら俺はダメだと思った。でね、正直言うと誰かがディスるのを待ってた。で正直ね、香川さんじゃなかったの、俺の予想。ディスってくれんの。絶対よっさんが先にディス配信やると思ってたの。で、そっからその火種をどうやって広げるのかっていうのをずっと計算してたんだけど、え、香川さんなのっていうのはあったね。だからね、ステゴロ1の時のユイガさんみたいな人のキャラクターを、まあユイガさんもディスんじゃないかなと思ってたら、意外とディスんなかったし。でしょ、香川さんで知ったでしょ。まあ、ゆいがさんかよっさんのどっちかがディスるだろうなって考えてたのが、まさかの香川さんだったから、うん、まあだからやっぱディスってそういう時やっぱでかいんだよね。俺はスタッフですね、出れないんですよ。だから出れると思って番組作ってたんだけど、自分が出たい番組考えてたんだけど、スタッフさんにあのエントリーしますって言ったら、いや裏方だからダメだよって言われて、はいって。そうそう、必ずしも悪っていうよりも、ネットはさ、やっぱディスの方が広まるから、まあ最初の、なんつうんだろう、その火種みたいなものは欲しいなっていうのは計算に入れてたかな、正直。うん。
まあっていうか絶対ディスるだろうなっていうのは分かってたから。ただあそこまで香川さんクラスのビッグネームがね、やっぱボンっていきなり噛みついてくれたのはすごくありがたかったね。要は話題作りが一番苦労したかな。うん、あとはまあ普段の毎日メールミーティング、電話ミーティング、週に1回の打ち合わせとか。裏話全然話すよ。あのネタバレは絶対しないけど、要は今日何が行われるのか全く話さないけど、要は過去の放送のどういうところがどうだったのとか、要は過去のことじゃん。要はグループ分けってどうなのっていうのは、そういうことは全然話します。そのためのあのポジションなんで、それも宣伝なんで、一つの。みんな興味あることは全然聞いてください。芸能界のこととか、あの番組制作ってどんな感じなのかとか。話せないことは話せないって言うから、要はそれはネタバレにつながってると思ってください。そうそうそういうこと。香川に乗らない俺は出るっていう、そう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 、そういうな流れがすごく助かったってことね。うん、一番期待してるアニメ、いや男官塾とかそういうことにかあの関する質問っすね。うん、僕の個人的なことではなくて、あの男官塾とかそういう北あのね、そういう感じの話題にしましょう。まあ俺的にはね、これが閲覧どれくらい来るのかっていうのがすごく興味があることかな。なんかその配信者と芸能人のコラボでどれくらい面白くできるのかっていうのが、要は俺はほら配信者側の人間だから、配信者の面白さを知ってるわけじゃん。それがその配信を見ない人をどこまで笑かしに行けるのか、新規を取りに行くっていう感覚で、ぶっぱねてほしい。閲覧がもう1万とかになってほしい。配信者の枠を飛び越えてほしいの。配信者側。で、やっぱ芸能、ダンカンさんとか北郷さんのプロの喋りっていうのを見てもらって、お互いに相乗効果ある。要は、芸能界のダンカンさん、北郷さんには、いや、配信者すげえなってなるのと、配信者側、芸能人ってやっぱすごいねっていう、そういうものを見たい、俺は。で、お互いがこう、仕掛け合うっていうか、配信者の力は俺知ってるから。うん、おはよう。そう、なんか駆け引きみたいなものを楽しみたいなと思ってるけど。スタッフの側からするとね。面白い配信者、本当に面白いからね。うん、だから、見応えがありますよ。配信会、俺が狙ってるのは、配信会とたけし軍団のコアなファンの人を飛び越えるっていうのを狙ってる。要は YouTube の中に眠ってる若い人たち。で、それは北郷さんともよく話したんだけど、ダンカンさんのことを、ダンカンさんがすごいっていうことを知ってるのは40代以上の人なんですよ。で、30代以下っていうのは、ダンカンさんであの、たけし軍団の人でしょう、何やってる人、俳優さんとかいう感覚じゃん。だから、ダンカンさんの構成作家としての腕っていうのを、俺はこう、楽しんでもらいたいの。40代以上の人は知ってるから、それを。で、なんつうんだろう、10代とか20代の人に見てもらって、ダンカンさんのダンカン塾面白かったよねって10年後言われるような番組をしたいですね。カオスありがとう。アイテムありがとう。
今日の配信である程度決まるんですか？今日の配信のメインのテーマっていうのはオーディション当日です。で、何が行われるかっていうと、簡単に言うと面接、1人3分間の質疑応答とか自己アピールタイムの後にその場で無茶ぶりが発表されます。一人一人になのかグループなのかちょっと分かんないんだけど、無茶ぶりが用意されます。で、その後に、配信者は解散したら自枠でその無茶ぶりに答える配信を全員やります。面白いでしょ。ここが俺がこだわった一番のこだわりポイントで、すっごく説明するの難しかったんだけど、要は普通だったら25人をオーディション会場でその場で無茶振りして、それを取って権利を保有して閲覧稼いだ方が美味しいって考えるでしょ。それだと配信者うまみないですよねっていうことを説明した。配信会とかネットの世界っていうのはシェアの時代だから、配信者もうまみあった方が頑張るし、25人がそれぞれがどんな無茶ぶりしてるんだろうっていうのがリスナーさんが移動し合って、ライバル関係でディスり合って、これでどんどん炎上していって、リスナーも熱くなって、俺こいつ好きだわって、で最終的に勝つ絵をなんですよって、最終的にみんなが美味しくならないと弾丸食は成功しないっていうことを強く言って、だからこの自爆をやらせてあげてくださいって。彼らはそしたら本当に面白い人はフォロワー増やして、そのフォロワーがまた弾丸食に帰ってくるんでっていうことを何度も何度も説明しました。そういうこと。選抜メンバーが、前回選抜されたメンバーが今日25人が集まります。おはよう。オーディション俺は出るんじゃなくて、僕は番組作ってる側の人間、裏方の人間ですね。はい。北郷さんは構成作家です。そう、ダンカンさんも構成作家だけど、北郷さんはね、今何の構成やってるかな、日曜日かなんかに、なんかニュース番組やってなかったっけ、東さんの番組、なんだっけ、イケメンのさ、アナウンサーいるじゃん、とたけしさんの、なんていう番組かわかんないけど、そこのたけしさんサイドの構成やってるはずなんだよな、確か。今番組の裏側めちゃめちゃ面白いですよ。みんな本気で面白いことを考えるから。だから例えばその面白く、ダンカンさんとかさ、配信者のノーデータなわけよ。だからなるべくその番組の台本を読んだ時に、この人をここいじったら面白くなるだろうなとか、何回もミーティング重ねてる。この人こういうタイプの人なんで、ここをいじってくださいとか、もう俺らが書くの。最終的に弾丸塾の目的は、俺とスタッフさんが最初に話した時は、低予算で面白く番組は作れるっていう、要は水曜どうでしょう、なんだっけ、俺が大好きな電波少年とかガサ入れとか、ああいうものを今やる時代だっていう、ネットでやる時代だっていうことを熱くもう何ヶ月も話してて、でそれのどうやったらそのみんなが熱くなれるかっていう、低予算だけど10年後も愛される番組だからさ、みんな見るでしょ、低予算だけど面白い番組っていっぱいある。松新とか、松ちゃんと新助さんが喋るだけの番組とかさ、俺ああいうのが大好きなの、低予算だけど面白いって。 YouTube 何度も見るから。でその番組制作の代表の方ともうすごく意見があって、で、たまたまそのダンカンさんっていうその無茶ぶりの天才、構成作家っていうその番組やっていただけることになって、ここだっていう。そう。北郷と、なのかな？まあまあ、情報セブンデイズか。議員先生来るのかっていうか、その来るか来ないかっていうのは、その、むしろ本人に聞いてほしいよね。俺らはもうなんスケジュール組んでアナウンスして、その来ます、この日でお願いしますっていうことを伝えてあるんで、あれはだからプッシュとよく比較されてるけど、よくわかんないかな。
なんか全然そのプッシュの制作側の人何人も知ってるんだけど、全然別ですね、制作は。むしろライバルっすよ、プッシュは。この企画に関わるきっかけは、もともと俺が配信に芸能、要は配信で食えなくなった人が芸能界に来るっていうのを予想してたのね。最近ほら、ジュリマリのギターさんとかさ、タクヤさんとかさ、あと、いろんな人が出てきてるでしょ。だから、まあ、金が儲かるようになったら、配信やられるし、閲覧持ってかれるから怖いっていうのがあったの。だったら逆に、テレビ側の勉強をしようと思って、そのテレビに関わってる人にずっと勉強させてもらってたの。で、勉強するだけじゃなくて配信のアピールもしてたのよ。配信界ってこんな世界ですよって言って、要は俺はテレビのことを教わる代わりに映像制作とか教わるじゃん。で、配信界の裏側とか、あの生放送のお金が儲かる仕組みとかずっと情報交換を重ねて人間関係を作っていく中で、で今度番組立ち上がっててダンカンさんがっていう時に、一般人を使ってこういうことやるんですよって言ってたから、配信者を使ってくださいお願いしますって、彼ら面白いんです、配信者限定でお願いしますって言って俺出ようとしてたの。要は配信者面白いんですって言いながら俺ワンチャンっていう、要は俺使ってくださいだったの最初は。そういうことで、まあじゃあ配信者を使ってみましょうって企画が通って、ね、せっかくだから何かのご縁なんでって言って、でいざそのプロット企画のね、台本とか要はこういう写真撮影とか終わって発表しますっていう時に、じゃあ僕出ますって言ったらダメって言われた。裏方で入ってくださいっていう、あの要はやらせになっちゃうんでっていう、要は近い人間がオーディションとかこういうことやると和道さん受かることになるでしょって、そしたら見てる人は怒るでしょって、ダメですよってなって、えーってなって、そうじゃなくて番組一緒に作りませんかってお誘いいただいたの、うん、そう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 。だから有名な人は配信やっても俺閲覧負けちゃうのよ俺ら。だったらそのなんつうの、配信者を逆にブラッシュアップする方に回ろうっていう、うん、そういう感じですね、クララさん。要は目立とうと思ったら目立てなかったっていう。横島な思いは叶わなかったんです。いや、こちらこそ質問ありがとうございます、嬉しいですよ。で、逆にそのほらテロップの入れ方とかこういうのもやっぱあるじゃん。なんつうの、普通ちょっと生放送っぽくないでしょ、宣伝の仕方とか、こういうその写真の撮り方作り方とか全部教わってんの俺は。だから裏方やってよかったなと思うよ、逆に。ね、裏方だからその北郷さんとかとミーティングで何度もお会いさせていただいたり、ダンガンさんと生でお会いさせていただく機会を設けていただいたわけだから、すごくありがたいよ。で、ダンガンさんはすっごく人が大好きで、ダンガンさんの家に毎日知らないおっさんがいるぐらい面白い人を見つけてくんの、ダンガンさんってプライベートで。で、ダンガンさんの家には酔っ払ったアル中のおじさんとかホームレスのおじさんとか新聞配達のおじさんとか、人が大好きなの、ダンガンさんって。だから今回その気に入られたら、なんかダンガンさんの家とか招待されたりとか一緒に飲み行こうよって言われる可能性もあるんだよ、配信者に。そうなったら面白いよね、プライベートのお付き合いがあるかもしれない。もう半年以上かな、半年以上前からかな、
その番組作ってる代表の方とはお会いしてから半年以上で、弾丸塾が始まってからもう4ヶ月以上かな。うん。で、弾丸さんのスケジュール、北郷さんのスケジュール、俺のスケジュールっていうのとかもすごい捨て頃とかもあったから、捨て頃とかぶせたらダメっていうこととかいろいろあって、でもここだっていう捨て頃の後のお祭り騒ぎの後、要は次の次の日に行きましょうっていう。で本当はね7月になる予定だったんだけど、それだとリスナーさん忘れちゃうんじゃないかとか、もうすごく大変だったスケジューリングは。やっぱりそのね、皆さん忙しいから、その番組の収録っていうのを決めるのにさ、生放送とノリが違うわけよ。要は何十人と関わるから、一個の撮影に全員のスケジュール調整が大変なの。特にダンカンさんと北郷さんのスケジュール調整が大変で、あ、生主はみんなニートみたいなもんだからね。ただ竹内軍団好きとしてはダンカンを理解して参加してほしい。落ちてダンカンには俺はわから、え？ダンカンには俺はわからないよ。あー、まあどれさんか。まあまあいいんじゃない、言わせておけば。スタジオの件はね、レンタルスタジオを借りてます。はい、中野の方だね。撮影スタジオをレンタルして、でそこで収録っていう。だからスタジオは変わる可能性は高いね。外で撮るのか、どこのスタジオで撮るのかとか。まあ人数的にね、でかい箱じゃなくてもいいんじゃないかとか、いろいろ考えてる。いいね。え、ニコ生でやってんの、さださん。いいね、ありがたいね。さすが。さすがですよ。嬉しい。素晴らしい。さださん何グループだったかな。ていうか、早くない？夕方じゃないの？え、どういうこと、どういうこと。え、早くない？集合時間っていうか収録夜の7時からなんだけど。まあいいけど。あ、そうなんだ。俺ですらだって3時入りだよ。余裕持って何時間前に入るんだっけ。4時間前に入って3時入りなのに。まあまあ嬉しいっすね。深みんさん弾丸好きなんだ。だからそう、こういう深みんさんみたいな人からすごくファンレターっていうか、頑張れとか、ワドこの企画よくやったって褒められる。お前はもう、はい、お前のこと大嫌いだけど配信会にいらないとかコメント書いてごめんと。よくやってくれたみたいなこと書いてくれる。40、50代のね、男性の方からね、すごくね、いや、配信好きで、たけし軍団好きだから、もう、ありがとうって言われるよ。よくやったわ、どうって。お前は、
今日この段階塾のためだけでもよくやったっていう。うん、光は出てますか？3枚目光くんはもうオーディション受かってますよ。はいはい、オランウータンさんまた後で。やっぱり40段の男性女性だね、あのすごく評判いいのは、特に楽しみにしてる層っていうのはもうなんか両方とも好きっていう人はその世代が多いかな。あ、そうなんだ、佐田さんもう動いてるんだ、早いな気が。さすがだわ。俺はたけしさんのガチのファンで、はがき職人、マジだ。じゃあ結構熱いんじゃない？配信も好きでこうっていうかね、あのまだわかんないんだけど、下手したら難関塾生たけしさんと会える機会もしかしたらあるかもしれない、うん、もしかしたら運が良ければ。うん、配信つながりで大好きなんだラリレールさんも。じゃあ今日の生放送ね、熱いね。光、いや違う、今回呼ばれた25人の5グループに分けたの。5グループ5人の中で、要はグループの中から1人ずつ選ばれたら段官塾生、そっから段官さんと一緒に番組作っていく5人が選ばれる。要はね、ある北郷さんの希望が、ファイトクラブみたいなことやりたいっていう、そのガチンコファイトクラブって番組があったんだけど、あれのお笑いバージョンをやりたいっていうのが構想にあったの、北郷さんの中に。で、北郷さんはその国分太一みたいなポジションやりたいって言ってて、キャラクター的に。だからダンカンさんが竹原さんなのよ、要は無茶振りする人ので、まあまあまあって止めるのが北郷さん。そうで、その無茶振りされる方がその5人っていう、うん、そういう感覚だから、いろんな要素が詰まってるんだよね。みんながやりたいことが一つになってるっていう、うん、いや本当に阪神タイガース大好きだから。40代の人はダンカンさんがね、何やってきたか、どんな番組作ってきたか全部知ってるからね、もう青春でしょ多分。たけし軍団はスコアブック今でもつけてるよ。でもうなんつうの、ダンカン塾ね、正直ね、ダンカンさんが乗っかるのかっていうところが俺らも結構、その配信者が乗っかるのかっていうのもそうだけど、ダンカンさんがなーなーにやるのか、もうやろうよやろうよってやるのかっていうのがあるわけじゃん。それをこうダンカンさんがびっくりしたのが、こんな分厚いさ配信者のプロフィール持ち帰った時に俺らはこうやってやった。もうね、ワクワクしながらね、メモ、一人一人の配信者メモ取りながら、じゃあ無茶振り考えてくるねって言った時に俺らガッツポーズした。やべえって、ダンカンさんが乗っかったっていう、そういうのもあるね。うん、そうだから5グループに分けたのは番組の都合で、要はダンカンさんが一個一個の一人一人の企画考えるの多分ない可能性もあるじゃん。だから5グループに分けたの、そのいろんなことを想定して。だったら5個の企画考えるだけでいいじゃん。だから今回 A グループだけの企画、 B グループだけの企画っていう5個の企画になるのか、それとも全員無茶振りするのかっていうのは蓋開けてみないと分かんないから、俺がドキドキしてるところ。要はダンカンさんがどういうテンションなのかなっていう、もうやる気満々なのか、まあやっつけ仕事なのかっていう、その例えば3分の尺しかないわけですよ1人。それが伸びたら俺らは勝ちなの。要はダンカンさん巻きでお願いしますって言いたいわけよ。わかる？乗ってるってことは押すから、巻きでお願いしますっていう
テロップを出したら俺らのね、あ、ダンカンさん乗ってるっていう、北郷さん乗ってるっていう、そういうのもあるのよ。それが楽しみだね。たけしさんは、秋に若手漫才師の映画作るって言ってたけど、ワンチャン出れないのかな。ごめん、その辺は言えません。はい、その辺はなしでお願いします。要はネタバレになるようなことは、全部言えません。過去のこととか経緯とかは全部話します。うん、いや、ゴミクズさんね、要はね、ネタバレになることは言わないって決めてんの俺は。ただみんなが関心持ってくれたら本番見てくれるから、ネタバレにならない裏側のことは全部喋ろうと思ってる。ありがとうマースさん、楽しんでね。今日俺の夢でもあるんだよ、配信者の舞台だから。ネットにもプロのコンテンツが絡んできたからだいぶ変わってくるね。変わってくるね。そう、要はその初期に食い込めてよかったね。要は今多分今年からバン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 立ち上がってくんのよ。このタイミングでその知り合いが増えたっていうかね、可愛がってもらってるのは本当恵まれてると思ってて、だから今回の弾丸塾のその代表の方にも実績として言っていいよって、弾丸塾の番組作りやってたって全然言っていいよって、で知り合いとかも紹介していただいて、すごく、要はその配信者使う時、和道くんが呼ばれるようになるといいねって、その配信会の説明が必要な時にさ、呼ばれるキャラクター目指そうねって言ってもらってる。うん、時代の節目だろうね、完全に。配信サイトはね、こちらをチェックしてください。このツイッターリツイートしてね、こうツイッターから飛んだら、要はこれが見えます、これが見えます、これが放送画面。要はここをよく見るとわかるけど、あと何分って書いてあるでしょ。ほら、あと8時間後にライブって書いてあるでしょ。これです、ここです、わかる、あと8時間後にライブってカウントダウンされてるでしょ。ほら、これ、ここのページ、チャンネル登録しておけばいいよ。これです。弾丸塾。今、この画面が、まさにもう、カウントダウンの放送されてる画面。そうそうそう、作り手っていうか、裏方に向いてるってね、要は、生主始めた時よく言われたの。お前、こっち側来いって、裏方の人に。要は、俺らと一緒に作ろうって。お前演者じゃないよって。で俺断ってたの。でもむしろキレてたのよ。俺はタレントだとか生主だっつって、なんでスタッフなんかやんないといけないんだよって、台本なんか書かねえよっていう突っ張ってたんだけど、だんだん分かってきて、みどりさんとかさ、関慎吾とかよっさんとか金梅さんとか見て、あ、この人たちには勝てねえやって思って、どうやって生き残ってこうっていう時に出会ったのがこの弾丸塾のスタッフさんっていうか運営さんなのよ。だからね、昔はね、若かったからね、俺は有名になってやるって、一流の大手になってやるって思ってたけど、今ないね。みんなが笑ってくれる番組作ろうっていう、要は裏方でもいいから、主役は主役、花形は花形って、俺は求められたことをやろうっていう風に少し丸くなったね、少しだけ。だから何つうの、求められてることをやるのが仕事だなっていう風になってきた。本当に不思議なのが、オフィス来たのと TN ゴーンでしょう。あー、そこは2だね。本当に深見さん すごいね。ぶっちゃけた話ね、だからたけしさんの独立騒動はテレビ報道する前から知ってたの。言いたかったよ放送で。でも言えないでしょ。要は関係が崩れるでしょ。北郷さんとか。だからニュースになった時、やっと言えるわと思って。知ってたよ。もう何ヶ月も前から。でもね、やっぱりそれを言うやつっていう、要は配信のネタにはなるよ。だけど、そこで道が閉ざされちゃうわけですよ。運営さんとの、もうこんな喋るやつ使えないってなるから。だから知ってましたよ。でも、今回すごいのが、まあ、TN ゴーンの、ある北郷さん
要はたけしさんの懐刀って今呼ばれてるわけですよ。でダンカンさんですよ、オフィス北野の専務になったの、つまりオフィス北野っていう会社の決定権持ってるんだよ、決裁権も持ってるんだよ、要は全部決められるわけ、ダンカンさんは。たけしさん優しいってね、俺まだお会いしたことないんですよ、たけしさんには。事務所スカスカらしいから事務所入りあったりして、俺ねあるんじゃないかなっていうのは、本当に面白いやつが現れたら配信者の中で、むしろ配信やめてあの来たオフィス来たのこいつ引っこ抜いてもいいみたいな話になったら熱いなっていうのは想像してるよねなんかこの子配信者じゃなくて芸能界入れちゃっていいみたいになったら笑わない？なんかそういうのも夢があっていいなっていう。それがさドカソだったら面白いよね。まあ何にしろ配信者がいい思いしたら面白いなって、リスナーさんが笑ってくれたら。今回だからリスナーさんに閲覧力借りるわけですよ、完全に。要は売名させてもらうわけ、番組側としては。だけどあの俺らが狙ってるのは力を貸してもらった代わりに新規も取りに行くから、 YouTube に眠ってる生放送を見ない人を呼び込んで配信者に還元はするから、絶対に。あ、うちリプ OK ですよ。あのリプここ推奨枠なんで、リプでバンバンやり合ってください。リプ使って、あのうちは過疎だからね、リプバンバン OK にしてます。グループ B 誰だっけ、グループ B 見てみようか。グループ B はグループ B 誰だったかな、グループ B 誰だったっけ。そうそうそう、やりたいこととやれることで求められてることっていうのはね、やるべきだよやっぱり。でもねだんだんね頼られるっていうのが心地よくなってきたよ。自分がやりたいことよりも求められてることに応えられる男になりたいっていう。まあ丸くなったし年取ったよな。B グループ誰だっけ、 B グループ誰だ、台本持ってないから分かんないね今。グループ分け、 A グループ、B グループ。ああもうあの 裏側の話聞いてるけどめちゃくちゃだよ本当に、キングマンさん本当にめちゃくちゃあーここか、あーネルさん、ハニー沖さん、ジョニー小野さん、ドレッシンモンちゃんか、あーここか、ここは確かにすごいね、ここはすごいわ、なるほどこれはすごいわ、これはすごい確かに。まあだからそのなんていうのかな、芸能界と配信界、あとはニコ生ふわっちツイキャスとかのバトル、あと過疎と大手のバトルっていう、そうすごいエッセンスがいっぱいあるわけだから、なんかそこはだいぶ意識したかな。大手だけに集まらない、過疎だけに集まらない、配信サイトもバラバラになる、そういうのはだいぶ意識した、そうだね、やれることを認められて、そうそうそう、力ね発揮できたっていう、だからそこは嬉しいよね本当に、頼っていただけて、ありがたいよね。だからその番組作るときに和道を呼ぼうよっていう風に言われるようになりたいかな。なんか別の企画でもあいつ賢いなとかさ、まああいつ使いたいねって言われるようになりたい。まあいろんなキャラクターがあっていいんじゃない。
味があって、うん、いやたけしさんの話聞いてるとすごい、うん、すごい本当に。あとまあダンカンさんの無茶ぶりも本当にすごいね。すごいっていうかひどいね。あんまり言えないんだけど、まあキングマンは知ってると思うけど、まあアルさんからその昔の話聞かせていただくと、まあすげえなっていう、うん。前回入れ墨無理ぽ、そんなこと言ったら番組にならないよ、配信者使うのは。だって、入れ墨入ってるのはアキラッパでしょ、あと誰いる、前科者はネルさん、みどりさん前科あったっけな。まあ俺も前科あるしな、俺は入れ墨ないけど、前科者いっぱいいるでしょ。ヒカルくんも前科者でしょ。いやタトゥー前科ダメだったら配信者全員ダメでしょ。ドカソだらけだよ。それで配信者使いませんってことだから。そうでしょ、もう前科3番の博士にやったいたずらすごいよ。だって博士がやっとお金貯めて家建てるんだって土地を買ったのよ。そしたらそこの看板立てて、あのなんだっけ、オウム真理教のサティアン建設中って書いて、で地域が騒ぎ始めて、結局たあの博士別の土地買って、こっちのローン払いながらこっちのローンも払わなくちゃいけなくて、こっち売却するの大変だったらしいよ。本当にえぐいらしいよ。なんか聞いた話なんだけど、ダンカンさんって人の家に上がっていたずらするの大好きなんだって。だからパトラッシュさんの時、この人の家行こうよって楽しそうに言ってたの、もういたずらする気満々なの。スタッフ笑ったもんね、スタッフ一同、あ始まったと思って、これ噂のやつだっていう。もう人の家でいたずらする、いたずらっていうレベルじゃないんだけど、なんだっけ、しかも家ができたばっかりに落書きしまくるとか、もう当たり前にやるらしいよね。だからたけし軍団の中では新居ができたら怯えるらしいよ。うん。あとある北郷さんが初めてそのダンカン塾に入った時、要はダンカンさんの付き人になった時に聞いた話はね、お前何でもできんのかみたいな、はい頑張りますみたいな、じゃあ今から博士のところ行くぞって言って、博士の家に行って、2人いたんだって、そうある北郷さんともう一人の若手の人で、おいお前ら69やれって言われて、はってなったらしいの。初日だよ、弟子入りした、何これみたいになって、できねえのかよ、おい博士脱げって言ったら、わかりましたっつって博士が脱いで、こうやってやるんだっつって、博士とダンカンさんが69しながら、ある北郷さんとそのもう一人の人が69するって、4人で69するっていうのが初日らしいかんね。全然意味わかんないでしょ。それ見てみる、その話。いや、それ本当だよ。それね、確かね、ダンカン塾のあれにあったはずだけど、ちょっと待ってね。ビートたけし付き人裏話、どれだったっけな、ダンカンさんの話聞いたけど、ちょっと待って、どれだ、どの動画だろう、付き人裏話、どっか、どれだったっけな、誰か動画知らない、なんていうタイトルだっけ、69したの、そうそうそう、松さんとか、どれだろう、アベマじゃないよ、 YouTube ライブだから無料で見れるよ。どれだったっけな、どれだっけ、付き人裏話だっけな、どの動画だっけ、ちょっと待って見てみようか、どれだっけな、デニーロ事件ね、これはあの役者のロバート・デニーロね、これたけしさんロバート・デニーロ、これちょっと長いですよこれ皆さんね、長いんですけど、あのロバート・デニーロがですね、まあいるじゃないですか、でたけしさんってやっぱり
映画監督ですから、もちろんそれは映画作ったらやっぱりこう、ね、反響を知りたいというか、弟子の僕らにさえどうだった面白かったか、ね、あの試写会行ったらどうだ面白いか正直に言えよみたいなとこがやっぱあるんですよ。で僕もちろん俺は北の映画大好きですから、毎回褒めますよ、ね、もちろん好きですから。である日に、ね、何の映画の時だったっけな、あれキッズリターンじゃない花火かな、花火ぐらいの時にちょうど僕が古本屋で、西荻の古本屋で映画コーナーで雑誌見てたら、昔の雑誌にクエンティン・タランティーノのインタビューが載ってたんですよ、ね、そのね、その雑誌の中のインタビューの内容が日本にね、あの PR で来た時のインタビューなんですよね。レザーバードックスかなんかで来てるんですよね。で、まあ、来たんですけど、ね、その黒澤明とかの質問は受けるけど、溝口の質問とか受けるけど、誰も北野武について俺に聞かないなと、日本には北野武って優秀な監督がいるじゃないかと、俺は北野武の映画の大ファンなんだ、まあ、有名な話なんですよね、タランティーノが武さんの映画のファンっていうのは、ね、誰も武さんにして、なんだ武さんって日本で有名じゃないのかみたいなこう言ってるのが残ってたんですよ。あ、これ殿が教えてあげようと思って、俺ある日、ね、そのタップやってる時に武さん言ったんですよ。殿、あのこの間ね買った古本なんですけど、タランティーノがなんか武さんの映画のファンですよ、ファンってこと言ってましたよみたいな、とのオンみたいな、なんかなんか、うん、まあでもタランティーノも年下だしなみたいな、なんかいまいち気に入ってなかったんですよ。あ、そうなんだ、年下気にするんだと思って、ほいで、まあ そんなことがあったんですよ。でその後また2日ぐらいしたら、俺がテレビ見てて、今もやってないんだけど、テレビ東京でシネマ通信で番組があったんですよ、映画の情報の番組で、ね、毎週1回やってる。そこになんかどっかのヨーロッパの映画祭のレッドカーペットにアラン・ドロンが歩いてたんですよ。アラン・ドロンがそのシネマ通信のカメラを見て、日本人だから、そのね、カメラに向かってアラン・ドロンが、お前日本人か、日本人だったらちょっと伝えてくれと、俺北野武と仕事がしたいんだよと、北野武ね、アポイント取りたいんだけど取れないんだよ、お前日本人だったら日本に帰ったら俺が会いたいって言っといてくれっていうのが映像で流れたんですよ。あ、これいいなと思って、でも殿に、殿、あの昨日なんか見てましたら、アラン・ドロンが武さんの映画に出たいみたいなこと言ってましたよ、殿がまた、はぁみたいな感じなんですよ、うん、まあでもアランドロンももう今な落ち目だしなみたいな、なんかこういまいち響いてないみたいな、ただ喜んでるのは間違いないなと思った。じゃあその2日後ぐらいに武田さんが、テレビの現場で収録してたら、楽屋で待ってたら、まあいろいろねスタッフいるじゃないですか、いろんなね、まあ、マネージャーもいるしね、ディレクターもして、そこでいきなり俺が付き人で立ってたら、いきなり北郷アランドロンが何だって要するにアランドロンが俺のファンってことをみんな言えって言うんですよ。俺はもう、あ、そうなんですよ、実は皆さんアランドロンがバーッとしたら、うーんって感じで、そっかみたいな感じで、あ、やっぱ喜んでたんだと思って、そしたらそこからずっとたけしさんが会うたびに俺に、双子、世界のスターがなんか俺のこと褒めてねえかいや、俺ホットラインねえし別にみたいな、で俺ももうずっと聞かれるんですよ、もう会うたびに。で1ヶ月続いたんですよ、もうとの言い方がそういうの、そろそろ褒めてんだろみたいな、いやいやいや、そろそろってないでしょみたいな、まあとにかく誰か俺のなんかお前世界的なスターが褒めてんだろどっかでみたいな。でその頃インターネットとか今ほどね発達してないから分かんないわけです、俺も。であんまりたけしさんが言うから俺もしょうがないからもう嘘ついちゃえと思って、もうね、一番いいのはやっぱデニードだなと思って、たけしさんそれでデニードとか好きだからさ、と実はですね、なんか噂ですけどロバート・デニーノがたけしさんの映画出たいって言ってますよ、何ってなったんですよ何デニーノがみたいな、さすがにトノもデニーノにはちょっとうんみたいになったんですよ、うん、そうかそうかみたいな感じで、でまあそれがあって、じゃトノが次の日から会う人会う人に、なんか北郷から聞いたんだけど、デニーノ俺の映画出なかったんだよなみたいなでやっぱ狭い業界だから、そのもう話がねブワーッと広がったんですよ。じゃその話がねバーッて一周回って、オフィス来たののマネージャーに伝わって、俺呼び出されて、北郷あの話本当なのものすごい監督、ね、監督武さん喜んでるけど大丈夫だ本当って言ったら、俺もここから嘘を突き通そうと思って、いやなんかネットに見たんですよねみたいな、なんかその頃そんなにネットがない果たせないくせに、なんかパーッと、いやなんかネット臭いっすよみたいな、面白いな、本当みたいな、でまあいいや、武さん騙せばいいやと、しょうがないからして、まあこれだって確認できないじゃないですか、これってね、デニーノに会うわけいかないんだ、武さんだこれはまあバレないだろうと思って、まあまあいいだろうと思ったら、びっくりしたのは、たけしさんがやってた番組が、駒大数学科って番組があったんですよ。ね、あの数学の番組、深夜にやってたフジテレビの。その番組がエミー賞っていう番組でノミネートされて、ニューヨークの授賞式に出ることになったんですよ。うん、まさかと思って、たけしさんがそれ急遽ニューヨークに行ったんですよ。うん、したら、ね、そのニューヨークの模様が朝のワイドショーに出たんですよ。たけし、エミー賞に登場。したら、客席にはロバート・デニーノって書いてあったんですよ。マジかこれ。大丈夫かと思ったんですよ。まさかと思って、たけしさん帰ってきて、ね、ニューヨークエミー賞行って帰ってきて、第一声俺に、おい北郷お前、隣の席にデニーノいたけど、お前挨拶なかったぞお前。本当かお前。やばい、やばい。さすがにこれはやばいと思ったけど、もうここは俺ももう、正直ごめんなさいって言おうと思ったけど、いや違うなと。ここはもう突き通すしかないと思って、いや、殿違いますよそれ、俺も結構そこが低いと思うんで、わざとなんかそれ殿間違ってますよみたいな感じで、いや違いますよと
最低だな。電話じゃないですか。照れてたんじゃないですか。たけしさん見て照れてたんですよ。それしかないんですよ。押し切ったら、でもね、さすがにこの嘘は無理だと思ったんです、俺。そんなわけねえだろって言うと思ったら、たけしさんが、はっはーみたいな顔して、はーみたいな、なんかね、ものすごいガテンがいった顔して、言ったのが、あいつも俺と一緒でシャリかっつって。そんなわけないっつって。デニーでは言ってないっつって。YouTube 皆様、見てる皆様、言ってないよ、デニーでは。怒られちゃう。ちょっと面白い、ね。これ未だにたけしさんにこの話を俺ね種明かしをしてないというかね。あのさっきのこの金言集にも書いてるんだけど、そこだけたけしさんに読まれないようにしてる。怒られそうだから。いいね。え、何の動画探してたんだっけ。面白いでしょ。最低じゃん、あるさ。え、なんだっけ、何の話だったっけ。シックスナインの話だっけ。え、どれだっけ。普通に面白かった今のネタ。広島の夜いいですね、うん、これあれですよね、あの座頭市、映画座頭市撮影が広島だったんですよ、ね、広島のそういう時代劇のセットがあるところでたけしさんは収録してて、でたけしさんの映画のスケジュールっていうのは1週間映画で1週間またテレビでまた1週間映画っていうね、で月2週間映画にこうね順番でやるっていう。で広島もこう泊まりで行ってたんですよ、たけしさんとね。で僕付き人ついてたんで座頭市で広島行って、で、まあ、ずっと広島の駅前のホテルに泊まって、で、朝そっからバスに乗ってその、スタジオで時代劇のセットがあるところまで、まあ、20分ぐらい車で移動して、でまた夕方戻ってきてみたいな感じの繰り返しなんですよ。でナイト撮影がない時はもう4時5時に終わっちゃうんですよ。なんでホテルに帰ってきてたけしさんお風呂に入ったら、まあ、軽く食事をしたら、その後7時からだいたい夜の11時ぐらいまで晩酌するんですよ。でそこに晩酌するのに付き人の私が付き合って、要するに2人きりなんですよ。2人きりでお酒を飲む日々が1週間続いたんですよね。でまあ基本的にそんなに2人きりなんで、まあ、テレビ見て酒飲んでるだけなんで、ただたけしさんはそういう時優しいから、お前好きなもの飲めよみたいな。たけしさんは自分で持ってきたワインを飲んでて、まあそんな感じだった。それでまあ食べて飲んで、でまあ大体10時とか10時半ぐらいに、じゃあまあ明日も早いから帰るわみたいな感じで終わるんですけど、その日はそうですね、大体いつも10時半ぐらいに終わって予定が、なんかちょっとやっぱ機嫌が良かったのと、なんか映画もうまくいってたんで、ちょっといつもより深く長かったんです。12時半ぐらいまで飲んで、でまあもういいかみたいな感じで、じゃあ帰るか、じゃあ俺はたけしさん隣の部屋に泊まってたから、じゃあ僕は片付けて帰りますって言ったら、殿がなんかでも腹減ったなってなったんですよ、うん、あでもそっか、もう12時だから腹減ったかなと思って、で俺がなんかね、ラーメンかなんか作りますかって言ったら、やっぱやめとくわみたいな、なんかでも来た方がお金ねえかなっつって、しょうがないから何か探したら柿の種があったんですよ、うん、で柿の種のピーナッツの多いやつがあったんですよ。で「たけしさん、これどうですか？」って言ったら「おおこれでいいや」っつってバリバリ食い出したんですよ。どう考えてもそれカロリーがラーメンより高いんですよね。大丈夫かみたいな、2袋ぐらい食ってるんですよ。うめえなうめえなっつって、で結局それ食って、まあ、ちょっと食いすぎたなみたいになって、でまあ1時ぐらいに、じゃあもう寝るわみたいな感じで別れて、で俺は片付けて、でまあたけしさんは寝て、で俺も自分の部屋に寝て、でやっと寝れるなと思って、明日も早いかなと思って、ファンファンファンって寝てたら、2時ぐらいにたけしさんの枕元に俺の部屋の電話番号置いてあるから、何かあったらかけてくださいってやるわけよ、うん、寝てたらね、なるわけですよ、まあ、こんなのこの時間になるところたけしさんしかいないから、あなんだと思ってガッタって言ったら、おいなんか腹減ったな、まだお腹空いてるの続いてんのみたいな、ピーナッツ食ったじゃんみたいなって、わかりましたっつって俺も部屋行って、で持ち込みでラオウ、たけしさんラオウ好きなんですよ、ラオウ醤油と味噌があって、ラオウ好きどうしますっつったら、そうだな、とりあえず醤油と味噌と、もう一個なんだ、なんかねもう一個違うメーカーがあったんですよ、とりあえずそれも作るんですよ、3つ作るって言うんですよマジかと。でまあまあそうなの、作れるか作りましたよ。でもじゃあ殿が、じゃあ俺醤油もらうわみたいな、お前2つ食え、俺2つまあいいか、まあ、しゃあねえかみたいな感じで、竹谷さんってでもちょっと食ったら飽きちゃうから、半分食ったらもういいやみたいな、来たらお前食えやみたいな、みたいな、でまあ食べて、でじゃあお前も悪かったら寝るわみたいな感じで、あよかったファーなんて寝て、でまあ朝起きて、で、ね、朝俺が起きて竹谷さん起こしに行くわけですよ、竹谷さんあの時間になりましたよと。でそうするといつもは朝食をバイキングで俺がセットして竹谷さんの部屋に持っていく、それを食べる、うん、だから俺もその日もたけしさん起こした後に朝食どうしますかって言ったら、たけしさんが、あ昨日ちょっとラオウ食ったらやっぱいいわ、胃がもたれてるからいいわみたいな、あそりゃそうだ、ラオウの前にピーナッツも食ってるしだなと思ってさあそりゃいくらなんでも無理だなと思って、でまあそんな感じで、でお前食べていいよみたいな、たけしさんがそういう優しいから、でも俺ももうラーメン
2つ 2.5 食ってるからね俺ね。もまあたけさんが食べろって食べるしかないからしょうがないから、じゃあ食べま、あじゃあいただきますと俺バイキング食べたんですよ、無理して。で、わー食った、あいや今日俺この後付き人あ眠くなっちゃうなみたいなのありながら、で殿がそれ見てたんですよ。したらなんかやっぱ人が食ってるの見てたらやっぱなんかお腹空いてきたんでしょうね。なんかうーんみたいな感じだったんですよ。これなんか言うなと思ったの。したらたけさんがんとりあえずじゃあ顔洗ってあれだわ、あの歯磨いて着替えするよみたいな感じで洗面所行こうとしたんです。したら洗面所行こうとしたらこっち側に窓があって、こうねその窓の広島の駅前のホテルだから窓の外に駅前のマクドナルドが見えるんですよ。でたけしさんがおっってなったんですよ。わこれなんか言うぞと思ったら、おいマクドナルドって朝もやってんのか。あやってますな、何やんだよみたいな感じで、いやちょっとまあなんすかね、まあなんか朝食なんじゃないですかみたいな感じで、したらほんって言って一回あのね、水面所、顔洗うとこに消えたんですよ。やっぱマックが気になったんでしょうね。戻ってきてすぐに、おい来た子よあっち行ってよお前よ、魚の挟んで使ってこいよお前。フレオフィッシュのことなんですよね、だね。だ若い時なんかフレオフィッシュ食ったみたいなのね。だから俺も面白かった、魚の挟んだやつはいっつって買ってきて、かわいいと思う。挟んだやつもあんなあんまうまくねえな感じだからもう、その後でもね広島で魚の挟んだやつ6個ぐらい食ってましたよ。魚の挟んだやつってのがいいよね、昔の人だなーっていうね。あこういう方もあったらね、魚の揚げたやつっていうのがあったらね。普通にネタ面白いんだけど、これみんな面白い？普通に何個かあるから見ていい？ダメ？普通に面白いんだけど、これ見てたらダメ？このシリーズ普通に俺のトークより面白くない？やっぱりどう？賛成反対？ロムセンゼどう？これ何個か動画あるから、これさ再生してていい？ちょっと俺普通に面白いんだけど、アルさんのネタ。普通に面白いでしょ、これ。ああ。普通に見ようぜ。カツラ大好きビートたけしの、うん。言いたくもないよ、俺も。この話。面白いよね。したくもないってぐらいね。たけしさん、見よう見よう。好きでしょ。ね。あのどのぐらい好きかっていうとね、たけしさんね、とにかくもうねカツラがねいるとねテンション上がっちゃうんですよ。あの普通でもね、あのカツラって僕も長い人生で、ね、僕も40過ぎですからね、実際見たこともありますよカツラ。だからまあそらちょっとおかしいけど、別にテンション上がらないじゃないですか。もうたけしさんはもう面白い、なんだろうね、小学生がうんこ踏んづけた子を見つけたみたいな、うんこうんこなるじゃないですか、もうカツラカツラみたいなカツラ騒ぎですよね。ものすごいんですよ。どのぐらいすごいかというと、俺がね、あれ何年前かな、8年ぐらい前に、ね、夜9時過ぎにテレビ見てたんですよ、ね、そしたらね、たけしさんが直電が入るわけですよ。結構たけしさんからの直の電話って何かあった時なんですよ、うん、いやなんか俺怒られんのかなと。で9時過ぎだしね、と思ったら殿がね電話いきなりですよ。普通ねたけしだけどとかでないんですよ。ガチャって出てもう、はいもしもし言った瞬間に、おい今 NHK にカツラ出てるぞ、名前メモっとけな、ガチャって切ったの。これだけ言って切ったんだよ、夜9時にだよ。すごい弟子にさ、わざわざさ電話して言うことかね。ほんで次の日、いや殿昨日電話、うん、お前メモっとけなって。でそのメモった名前の人が、まあ、有名な文化人なんですけど、そのカツラの人ね、その人の T シャツを勝手に作って今配ってますよ。明らかに個人情報としてアウトでしょうね。たけしさんそういうの関係ない人だから、まあ、そのぐらい。あとね、まあ分かりやすく言えばね、例えばですよ、ボクシング、たけしさんってボクシング大好きなんですよ。ボクシング世界戦をみんなで見せた生中継のね、たけしさんの家でね酒飲みながら、したらねたけしさん最初の1ラウンド2ラウンドはね解説してくれるんですよ、ボクシングの。すごいたけしさんは自分でもジムに、高校生の頃にボクシングジムに通ってましたから、すごいもうボクシング愛もすごいし、もう技術的にもいろいろ詳しいんですよ。だからねこうでこうなんだよって、こういろいろたけしさん解説好きなんですよ。そういう贅沢じゃないですか、いいなと思って、わあさすが本当たけしさんってボクシング好きなんだなと思ったら、3ラウンドぐらいから急に無口になったんですよ。あれなんか俺たちなんかたけしさんに気分を害することしたかな、うん、4、5って全く喋んなくなったんですよ。6ラウンドぐらいになったら急にテレビの画面をものすごい鬼の形相で、まあ、アウトレイジの顔ですよ、うん、ものすごい顔で来て、おい北郷前から3列目の客席にいるやつカツラだぞっつって、こいつお前カツラだよお前っつって、そっから、ね、6ラウンド7、8、9最終の12ラウンドまで俺がいかにカツラが好きかって話をずっとしてるんですよ。誰がね、芸能人の誰がカツラだったかとかね、もうすごいでしょ。もうね、未だにそのねカツラ愛がもう冷めないんですもん。もうとにかく好きで、で
たけしさんの厄介なのは俺らがたまに、まあね、狭い業界だから、ね、一応僕らも芸能界の端っこにいるから情報が入ってくるじゃないですか。誰々って実はカツラなんですよとか、ね、殿に言いますよ俺ら殿、ね、あの内緒ですけどなんかこの人がカツラみたいですよって言うと殿がもう分かったっつって言わない言わないって言うけどもうあの人黙っておけないから次の日みんなちょっとおいで、うん、おいでおいで北郷から聞いたんだけどさ、うん、誰々ってカツラらしいよっていやいや言っちゃダメでしょみたいな言っちゃダメでしょみたいなすごいからね。あとね現場にカツラがねたまにねたけしさんのねたけしさんって、ね、いろんな人とね、番組やっていろんな人と打ち合わせしますからやっぱねこう初めての、ね、スタッフみたいなのもね毎回いっぱいいるんですよ。で週に 2,3 回そういう、ね、初めてのスタッフとね打ち合わせする時あるんですけど大体そういうなんかね結構 CM 系あんま言えないですけどね僕大体 CM 系とかで、ね、CM ってすごいんですよ。スタッフいっぱい来るんですよ。で大体ね一番偉い人がカツラなんですよで、ね、俺はもうそわそわするんですよ。それ武さん気づいたら武さんってニヤニヤするから仕事にならないんですよ。でしたらね俺その日ね何年6年ぐらい前のある某 CM 出た時に8人ぐらいいたスタッフの一番偉い人がカツラだったんですよ。で会長と言われてた人が大体会長という人がカツラってもう厄介ですよねこれね。圧力団体ですこんなもんでね俺は気づいたんですよ。で武さん気づくかなと思ったらその日はなんか別に気づいた様子もなくなんか別に何もないまま普通に帰ってったんですよ。あ、よかった、たけしさん気づかなかったんだと思って、ね、あ、よかったよかったと思って俺その2日後ぐらいにたけしさんに仕事で会っておはようございますって言ったら大勢がおい北郷、昨日の現場にカツラいたなお前ずっとあいつ見てたろお前もカツラ好きだなそっくりそっくり返しますよその言葉もあなたですよみたいなね、まあ、そのぐらい好きな、まあ、これは別に俺が語るまでもないね、たけしさんカツラ大好きね。普通に面白いんだけどネタ面白い。思い出のニューヨーク、うん、ね、これはね、たけしさんとね、12年ぐらい前に全くのプライベートでニューヨークに行ったんですよ。僕とたけしさんとあと弟子、4名ぐらいですね。そう、あと何人かこうスタッフとかね、まあ、知り合いとかで、まあ、行ったんですけど、まあ、プライベートなんですよ行って。それでね、まあ、プライベートで楽しかったんですよもちろんね。だからそれはいいんですけど、でニューヨークでじゃあ観光しようってことになりまして、たけしさんがね、じゃあたけしさん絵描くからね、との絵描くからじゃああそこ行こうぜ、近代美術館モマ行こうってことで見に行ったんですよ。でまあね、モマもちろんね、まあ、皆さんが知ってると思うんですけど、ピカソとかねモネとかね、もう教科書で見たことあるような、ね、全然無知な私でも見たことあるようなもう有名な画家の絵画がね飾られてるわけですよ。やっぱね結構近くで見れるんですよ。だからすげえなーと思って、わーどこにもね全然ね、アートとか詳しくないけど、あいいなと、これすごいな迫力あるなと思って見てたらね、たけしさん負けず嫌いですからうちの師匠ね。で自分も絵描くでしょ、なんかブツブツ言ってんですよ。何言ってんのかなと思ったら、ピカソもあれだな、意外と大したことねえな、うん、さすがたけし、ピカソにも毒づくかと、うわーっとそっからねずっと ねこうなんかね、モマってね近代美術館で階段上がっていくんです。どんどんねこう階を上がっていくんですよ、うん、でね、まあ、ピカソの階ってね、まず、あ、文句つけて、でモネの階ってもね、なんだこれ下手くそだなおい、すげえなと、さすがたけし怖いもの知らず。それでねずっと言ってるんですよ。でね本当は俺ね、日本だったらね、まあ、東京だったらいつもね横にいて容赦するんですよ。あ、もうそうですよ、殿が一番ですよと、ね、私それで食ってますから、ね、だけどやっぱさすがのちょっとニューヨークでなんか ね、 そのねピカソの絵を、ね、前にして殿がね言ったにせよ、なんかいやもうピカソより殿がうまいですよっていうのはちょっと恥ずかしいなと、うん、ちょっとこれバカンスで来てるんだしもう嫌だなと思って聞こえないふりしてたんですよ。そこはもうしょうがないじゃないですか。殿は言うわけですよ。そしたらですね、一緒に行った弟子の後輩で菊池くんって子がいたんですよね。彼はですねどういう子かっていうと、武志くんが始まって以来のおバカさんって言われた子なんですよ。どのぐらいおバカかなってこう説明すると、そうですね、たけしさんがね車で車庫入れするときに菊池くんが手伝ってオーライオーライストップでやらなきゃいけないところを、菊池くんはオーライオーライオーライあーって聞かれちゃった子なんですよ。そなんで君オーライオーライオーライって最後に言ったのって言ったら、いや北郷さんストップって単語が出なかったんですよすごいでしょ、よもやのストップ忘れっていうねそんな子なんですよ。もうすごいなんかね、まあ、真面目ないい子なんですよ。ただちょっと足りないかなっていうね、いいな、まあ、ちょっとおバカさんかなっていうね、うん、いつも口開いてる子なんですけどだって口開いてて虫が入って一回出てって、虫が中で一周回って出たんだからで何かありましたって言ったんだから、すごい、まあ、そんな子なんだけど、いいんだけど、その菊池君がね、そのたけしさん近くにいたわけですよ。たけしさんがね言うわけですよ、うん、なんだこれ大したことねえなピカソもっつったらね、菊池君が言うわけですよ、うん、はい
殿の方がうまいです。殿の絵の方が迫力あります。こんなベタな要素ないじゃないですか。たけしさんってものすごい疑い深いというかね、大体何言われても嘘つけお前みたいな人なんですよ。だからそんなね、そんなね、バレバレの要所したらね、たけしさん言うと思ったんですよ。もう菊池待てよと、お前ニューヨーク来たからって、お前そんな要所やめろよと俺言うと思ったの。したらね、菊池君がね、殿の方がうまいですって言ったらね、殿がね、菊池みたいな顔して、はぁ、菊池みたいな、なんか分かってるなみたいな、ね、はぁーって ものすごいなんか感銘受けてるんですよ、菊池に。ってことで、マジかと思って、殿がその後に菊池君に言ったのが、菊池って顔して言ったのが、菊池、次の映画に出てみる。からあれ、よいしょしてね、次の映画、どうぞ出てましたよ、いい役で。北の映画、意外とちょろいっていうね。俺それ見て思い出したね。やべえ、面白いこと出た。菊池、それから殿がね、菊池は根がいいやつだとかね。あいつな、バカに見えてバカじゃないぞとかね。いや、バカに見えてバカだろみたいな。やべえ、菊池さん会ってみて、これいいネタだな、これ面白いね、このネタ良くない？なんか殿かわいい、すげえ面白い、このネタ俺一番好きかも、このネタ面白い。うなぎ大好きビートたけし、ね、面白いね。たけしさんはうなぎが好きでね、うん、足立区ですからね、貧乏の足立区ですからね、やっぱり子供の頃うなぎ食えなかったんでしょうね。今もう復讐戦のように食ってますよ。ほんと週4食ってますからね、うなぎね。でね、これも15年ぐらい前ですよ。でちょうどその時、僕だからさっき言った、うん、たけしさん運転手をね3ヶ月だけやってる時の話なんだけど、あのたけしさんがね、まあ、たけしさんが行く、もうその店なくなっちゃったんだけど、当時たけしさんがひいきにしてた青山にあるうなぎ屋さんがあったんですよ。まあもちろんそれ高いですよね。そこがちょっとこう特色があって、うなぎが2枚入ってるんですよ。要するにうなぎご飯、うなぎご飯の2枚なんですよ。もうすごい豪華で、まあ8000円ぐらいするのかな、あれ。たけしさんそこが大好きなんですね。でたけしさんはそのうなぎご飯、うなぎご飯のうな重のことをダブルって言うんですよ。で俺このたけしさんが言うダブルってバカっぽいなと思って、この言い方ってなんか面白いなと思って、俺の中で勝手に誰にも言わないで、ちょっと待って、たけしさんにダブルって言わせる。ちょっと悪意こもってるよね、この言い方、この言い方悪い顔してるな。バカっぽいとか言ってさ、このくだりいいな、このね、毒のつき方俺好き。 俺もこれね、ドレさんいじるときやる毒のつき方。そこがちょっとこう特色があって、うん、うなぎが2枚入ってるんですよ。要するにうなぎご飯、うなぎご飯の2枚なんですよ。もうすごい豪華で、まあ8000円ぐらいするのかな、あれ。たけしさんそこが大好きなんですね。でたけしさんはそのうなぎご飯、うなぎご飯のうな重のことをダブルって言うんですよ。で俺このたけしさんが言うダブルってバカっぽいなと思って、この言い方ってなんか面白いなと思って、俺の中で勝手に誰にも言わないで、たけしさんにダブルって言わせるゲームをしてたんですよ、ずっと。例えば、いや昨日トナのうなぎ2枚のやつごちそうさまでした、ダブルだろみたいな、なんかそのなんかあれ何でしたっけ、トナ2枚だからダブルだよ来たごみたいな、なんか悪いなダブルポイントみたいな感じでやってたんですよ。でたけしさんがやたらダブルって言って、お前今日ダブル行くかみたいな、なんかあって、まあそんなのがあって、ほんと美味しいんですよ。である日俺運転手やっててね、でたけしさん仕事終わって飯食い行くかどうするかみたいな感じだった。そしたら俺ちょっとすぐに飯行かないでスポーツジム行く、でスポーツジムでちょっと汗流してサウナ入ってから飯行くから、まあ1時間ぐらいは俺スポーツジムに行ってるから、北郷お前一人でいつも行ってるうなぎ屋さんで食べてていいぞと、うん、俺が待ってる間お前あそこで食べろよ、あありがとうございます。そしたら頼むが、北郷ダブル食っていいぞみたいな、ああ本当ですかみたいな感じ で、ああそうだなと思って、でまあたけしさんをスポーツジムで、ね、下ろして、で5時ぐらいかな、で6時に迎えに来るってなってたんで、で俺まあ、ね、車でそのいつも行ってるうなぎ屋さんに行ってダブル、あ美味しいな美味しいな食べて、でまた1時間して6時ぐらいたけしさん迎えに行ったんですよ。でたけしさんが、じゃあちょっと俺どこどこ飲み行くからあそこ行ってくれみたいになって、車乗ってね、でブーンって走ってたんですよね、青山太陽。そしたらたけしさんがですね、後ろでなんかニヤニヤしてるんですよ。でニヤニヤして、俺こうバックミラーで見てたんですよ。なんでニヤニヤしてるんだろうと思ったら、たけしさんがそのニヤニヤした後に 鼻をねこうクン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 なんかやってるんですよ。なんだろうなと思ったらね、たけしさんがね、ニヤ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 して言った言葉が、北郷ダブル臭いぞダブル臭いぞってうなぎ臭いじゃないんだからね、ダブル臭かった。で俺もすいません、ダブルですいませんなんですよすごかった、そんなことがありましたよみたいなね。はいね、どうですかね、まだまだあと4時間ぐらい行きたいところだけどね、まだあるんですよ、うん、そうなんですよね、うなぎ。それでね、うなぎの話の続きがあって、うん、でまあそのぐらい竹谷さんのうなぎ好きなんですよ。である日でもさ、これさ、別の日にね、これさ、これ芸人さんがよくやるんだけど、受け取れなかったなっていう判断したらそのままネタ引っ張るパターンだよね、これ。
弱いなっていう感覚で、多分ね、今のテロップ出したタイミングで絶対終わりなんだよ。でも多分現場の空気で、俺もちょっとさっきの菊池くんの方が面白かったから、多分ねスタッフさんの笑顔を見てまだいけるっていうね、これプロの芸人さんの技術だよ。多分そうだよ。だテロップ出す落ちでドカンの流れだじゃん。絶対そうだと思う。うなぎの話は続きがあって、ほらで、まあこのぐらいの皆さんの話なんですよ。である日、うん、とまた別の日にね、たけしさんと俺ともう一人の先、僕の先輩の、兄さんね、芸人も辞めちゃったんだけど、兄さんと3人でうなぎ食ってたね、昼間にね。でたけしさんがこう食べてた、いつものそのダブルですよね、あれは美味しいな美味しいな食べてた。そしたらたけしさんが食べてる時に、あ今何時だって言ったんですよ。そしたら、その分かる、ね、上の兄さんはもうとっさに反応して、こっちうな重持ってるじゃないですか、でこれ時計つけてますよね。で何時だって言ったら、はいってこう時計を見た時にダブルが全部ドサーって落ちたんですよ。まだ8割ぐらいしか食ったらドサーって。そしたらたけしさんが、お前何やってんだよお前みたいな、その命より大切なダブルお前何やってんだよみたいな、ものすごい怖い持ってる持ってる、うわーと思って、そしたらその人ももうパニックってるから、こ う, うなぎかき集めてまた入れたんですよ。そうだよやめろ汚ねえな、絶対嘘だよこれ、ダブル手出せなみたいな、絶対絶対持ってるよ、絶対持ってる、もうしょうがないからまた頼めみたいな。だけどそこは頼んでからさばいて出てくるから40分ぐらいかかるんですよ。でもたけしさん食べ終わってんので、そいつのせいでたけしさん待ってんですよ。でもイラ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 してるんですよ、うわーみたいな。でもしょうがないから、まあ、その人もも う, もうしょうがない食べて、結局予定した時間よりも1時間ぐらい遅れて店出て、でたけしさんものすごい不愉快で、いろいろあってその日終わって、で次の日俺運転しちゃったからたけしさん迎えに行ったんです朝ね。したらたけしさん迎え行ったらまだ不愉快なんですよ、うん、すっげえな怒り収まってねえんだと思って、そしたら車乗って後ろで、おい来たぞっつって、はい、月のダブルひっくり返したろ、この世界向いてるうなぎ落としただけでもうやめろって言われたんですよ。確かにその人やめたけどね、本当だな。あプロだな、すごいな、やっぱプロのわけってなこの世界向いてないんじゃないかって。面白いな普通に。うまいねうまいねうまい。まあ、たけしさんってでも基本的に、なんていうんですかね、あの直接人に、たけしさんあの番組見たよとか、ね、たけしさん、あれを、映画面白かったよとか言われるとすごく喜ぶんですよ。北王さんのわけ面白い、ロケとかして声かけられて、たけちゃんアウトレージ最高だったって言われても、あなんだみんな喜んでくれてるのかみたいな感じですごい喜んでくれるんですよね。で、ある日ね、これも今からね12、3年前だったと思うんですけど、一時たけしさんが月に1回新宿の伊勢丹に、ね、お買い物してた時だったんですよ。伊勢丹でいつもなんかね洋服買ったりとかしてる時があって、月に1回で必ず行くと、いつも駐車場に同じガードマンの人がいて、たけしさんに、あたけしさんこの間あの番組見ましたよとか、たけしさんこの間あれ見ましたよみたいな感じで言ってくれると、いつもそれをたけしさんが喜んで、いやいや今月も伊勢丹のが伊勢丹行ったらよ、伊勢丹のガードマンがやたらあの番組を褒めてくれてんだよな、やっぱいいなみたいな感じで、もう伊勢丹の声がミーの声なんですよ、たけしさんにとって。すごかったんですよね、もうやたら伊勢丹のガードマンが、いや伊勢丹のガードマンがみたいな。でそっから、そんなことがあって半年後ぐらいに、あるたけしさんの番組がちょっと視聴率があんまり良くないってことで、手こいでちょっと内容をちょっとね改めましょうみたいな企画会議始まったんですよ。で、ディレクターが説明したんです。今まではこういうコーナーやってましたけど、次からはこっちのコーナーしませんかみたいなことを言ったら、たけしさんがですね、と僕ブツブツ言い出したんですよ。意外とたけしさんってそこ粘んない人なんだけど、その日ばかりはブツブツ言って、でその後ね、で新企画こうしましょうこうしましょうっていろいろ新しいアイデア出たら、最終的にたけしさんが口開いて言ったのが、わかる、でもな伊勢丹のガードマンが褒めてたからもうちょっと様子を見た方がいいなって。すごいでしょ、伊勢丹のガードマンがたけしさんの番組を企画を決めてくんだから、普通の親父ですよ、俺見たことあるけど、普通の60過ぎのねしょぼけたおじさんですよ。もうたけしさんの、もう俺はたけしさんのブレーンって言ったんだから、その悪いなその人ね。そのぐらいたけしさんって目の前で褒められると喜んじゃうんですよ。はい、まあそんな感じで、でその伊勢丹のガードマンがしばらくしていなくなったんですよ。そしたら双子、あのガードマン探してくれって、なんで探してどうする気なんて、弟子にでもするのかっていうね、すごいでしょ、たけし軍団初めての60以上が入るみたいなね噂があったんですよね。で芸名はそのまま伊勢丹のガードマンって、なんだそれってみたいな、ほう、菊池さんの話がもうツボだわ。キッズリターンの思い出、あ、いいですね、キッズリターンいいじゃん、ね、いいですね、もう大好きな映画ですよね。まあ北の映画でキッズリターン嫌いな人いないでしょみんな、ね、あ僕もね、ちょうどね、僕がたけしさんの弟子入り
して初めて現場に見たのがキツイターなんですよ、うん、だから僕は弟子入りしてすぐに撮影が始まったんですよね。ちょうど95年とかそのぐらいだと思います、うん、それで僕らの2年先輩に北京源氏っていう漫才コンビがいたんですよ、ね、その彼らがたけしさんがなんかやたらその2人がやたらスポーツができたんです。たけし軍団で入ってきたんだけど、ものすごい野球がうまかったりものすごいなんか身体能力が高かった2人とも。でたけしさんって運動ができること大好きだからその2人を痛く気に入ったんですよ。それでまだ何の実力もないのに何の漫才の実力も何にもない一応コンビ組んでたんですよ。何の実績もないのにたけしさんがもう入って1年目ぐらいの北京源氏にキッズリターンの主役をお前らに主役をやらせてやるってなったんですよ。で結局それは2点3点して主役にはなれなかったんだけどでも結構いい役でその漫才師の高校生の漫才師の役をもらったんですよね。結構いい役なんですよ。それも大抜擢なんですよ。それで、ね、あすげえなたけしさんって北京源氏好きなんだなと俺は見ててね、あの後輩だったから。そしたらその北京源氏が劇中の中でキッズリターンの中で漫才をやるシーンがあったんですよね。でただ北京源氏は漫才をまだキャリア的には1年ぐらいだったからそんなにうまくなかったんで殿がちょっと一回漫才お前らの漫才ちょっと見たいなとお前らどんなネタやってるか見たいからちょっと一回ネタ悪いけど武さんそこ優しいから悪いけどちょっとネタ見せしてくんねえかと。ですぐには無理だと思うからじゃあ1週間後何月何日の1週間後に俺ちょっと見るからお前悪いけど3分ぐらいのネタ見せてくれよってなったんですよね。ああ武さんってこういうふうに弟子にも接するんだと思って優しいなと思って見てそれで北京源氏が、ね、ネタ、ね、やらなきゃいけないんだけどもね、みんな先輩たちが言ったんです北京源氏に。いやもうね自分たちのネタやらない方がいいよと。もし自分たちのネタやってつまんないってなったら役がね、なくなっちゃったらねもったいないからだったらもうここは思い切って2ビートの漫才コピーしろと。たけしさんがやってた漫才をある程度コピーしてそれをちょっとアレンジしてやりなさいと、うん、あくまで2ビートのネタをありきでそこからちょっと足してとにかく2ビートのリズムで2ビートのネタをやるべきだってみんなが言ったんですよ、うん、あ分かりましたつってその2人は真面目で一生懸命1週間たけしさんのネタを聞いて覚えて、まあ、アレンジなんかしながらねそれで3分のネタをこさえて殿に見せたんですよね。はいどうもーってしたら殿はですねこうね殿のネタ見せっていうのはこう見ないんですよ。たけしさんって自分が漫才師だった頃にネタ見せとかディレクターにこう見られるのが嫌だったからそれが今でもあるからたけしさんは若手がやる時もネタを見ないで下を向いてるんですよ。音だけ聞いてるんですよたけしさんって、うんうん、でパッパッと聞いてたんですよ。したらね、まあ、3分ぐらいネタやったんですよ。そしたらたけしさんがねネタ聞き終わった後に第一声がお前たちいいセンスしてるなーネタが俺好みだよそみんな言ったらそりゃそうでしょあんたのネタだもの2ビートのネタだよみたいな。そっからたけしさんはずっと俺よなんか知らないけど北京源氏好きなんだよなあいつと俺は馬が合うっつったからいやそりゃそうだろってそっから北京源氏ものすごい気に入られてすごいなんか仲良くなってましたよああだから今だに言いますもんあいつらのな最初見た時の漫才は飛び抜けてよかったなってそりゃそうなんだよ2ビートの漫才なんだからみたいな、はい、これさずるくないこれさ殿のさ側近でずっと何年もさ殿のところにビタビタだからさこのネタができる人ってさ竹下軍団の中でもさ北郷さんだけだと思わない？こんだけ殿をいじりしても許されてるってすごいよね。だってそのいないでしょ芸能界に博士ぐらい水道橋博士ぐらいかなんか結構しかもさ水道橋博士ってよいしょパターンじゃん殿いかにすごいんですよっていうパターンだけど俺ね北郷さんって殿を可愛くしたりとか殿をちょっと毒ついたりできるのすごいなと思うよ。これどう思うみんなめちゃめちゃ面白くない？俺普通に面白いんだけどやばライブも全然違う話聞いたけどめちゃめちゃ面白かったよ。ダンガンさんじゃないや北郷さんのワンマン見たけどすげえ面白かったもん。やっぱプロって話術が違うよね。トークスキルってこういうこと言うんだよな。トークスキルって普通にずっと見れるもんね。ヤシャっていうねあれ高倉健さんのヤシャを始めてちょっと待ってさらっと登場してるけど、ちょっと待って、この入り面白いんだけど。ちょっと待って、さらっと出たな。面白いな。
あ、東さんがやってたんだ最初は。ヤシャっていうね、高倉健さんの映画ヤシャ、うん、初めてその共演するときに、はい、殿が福井のホテルに行ったときに、うん、皆さんはその付き人で行ってる。 その時ずっとラシャ君だったんだけど、本当は付き人ラシャ君だったけど、うん、お前ちょっと今度曲やるからちょっとギター持ってこいって言われて、待ち時間にそう、うん、もしかしたらホテルで、うん、作るからギター持って行くわけですか。ギター持って行ったんだよ。で健さんと、健さんとすごいな、やっぱ迫力が。いやだってね、だってすごいラジオとかでも、トノはこれからケンさんと会うんだよ的なこと言ってましたもんね。下田洋さん小さいんだね。またさ、ケンさんがほら、はい、共演する人のことを結構下調べちゃんとするから、トノの番組とか全部ビデオ見てたんだって。KP しようか。行った瞬間、俺、下田洋さんですよねって握手の友達は。KP。俺もう直立不動だよ。いや、そうでしょ。はい。つって。下田洋先生、よろしくお願いしますみたいな。そうそうそう、すげえな。で、メインのテーブルで一緒に飯とか食っちゃってさ。なんか聞きましたよ、うん、なんかね、あの、うん、高倉さんと友と義礼さんとか、そうそう、主要メンバーだけで主要メンバーで食べた、食べた、そう、で、その後、じゃあ僕の部屋どうぞって言われて、はいはい、殿が行くわけだよ。健さんの部屋に改めてお茶しませんか的な食事後、うん、で、小林年次さんとか、はい、あの田中邦衛さんとか正座してんだよ、みんな。健さんお酒飲まないから、お酒飲まない。で、そこを殿がバーって言ってさ、いきなりあぐらかいて、タバコバーバーしてた。さすが、さすが不良。俺後ろでうわうわうわって思いますよね。結構、ね、あの、ネジさんとか睨んでたよ、こっちは。田中邦衛さんとか睨んでたらしいですよ。なんだこいつみたいなさ。ですよね、しかも部外者ですからね。そう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 、コメディアンが選んでるわけだから、今よりもね、自由じゃないですよ、ね。いや、違う、俺、あれだわ。ある北郷さんのピンのネタみたい。変えていい？ごめんね。ピンのネタみたいわ。北郷さんのファンだから俺。悪いんだ。高速道路でビートたけし。ほう、面白そうですよ。でもね、サンドバッグと一緒でもうすでにさ、これね、うん、僕はね、たけしさんのとね、花火、映画花火の撮影中にたけしさんの運転手を3ヶ月だけやったことがあったんですよね。で、まああって、で、たけしさんの運転手って現場にたけしさんをもう連れてっちゃえば、あとは撮影中別に車の中で寝ててもいいんですよ。だからとにかく行き帰りの送り迎えだけ頑張ればいいんです。で、僕もまあ若かったから、まあ遊んで寝ないで行った日とかもあったんですよ。で、ある日、その日は茨城の方の、東京から2時間半ぐらい行くところの撮影ロケでね、花火の撮影があって、で、朝7時集合で俺はたけしさんに7時迎えに行った。ただ俺前の日6時ぐらいまで遊んでたから、もうちょっともうやばいなと思ったんですよ。ただまあ、2時間半頑張れば車の中で寝れるからまあいいかと思って、殿おはようございますって殿迎え行って、殿乗せばじゃあ行けって茨城向かって高速乗ってわーって、でもやっぱこううとうと来るわけです。で、殿はもういつも乗ったらすぐ寝ますから、朝は殿は寝てたから、でやっぱ静かだから眠くなるんですよね。でも昭和にもここでこうやって頑張って、まあとにかくもうあとちょっとあとちょっとで、まあなんとか高速出口ここ降りて10分ぐらい走ったところだったから、もうここよしここだと思って高速の出口に出たら、で降りたらその出口がね、こうぐるーっと、まあ、カーブのきついこうなんつうの高速のインターっつうのこう出口で、で俺こうぼもううつらうつらしてたから、あの壁にぶつ結局ぶつからなかったんだけど、ぶつかりそうになったんですよ。危ねえ危ねえ危ねえみたいな、大丈夫だったんですよ。したら壁に近づきすぎたせいで、この壁の上になんか木がいっぱい出てて、木の枝とかが、それがフロントガラスにバタ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 ってぶつかったんですよ。でバタ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 ってなったんですよ。したらそれでたけしさんがわーって起きたんですよ。でわーって思って、したらトノが後ろからどうした来たのってなったから、俺がもう 寝てたんですって言えないから、いや今違うんですよ、カラスの大群がフロントガラスをって、そんなヒチコックみたいなことないんだから。したらたけしさんがえーってなって、やっぱ寝ぼけてたんでしょうね。たけしさんがもう寝ぼけてなんか力なく、とにかく鳥には気をつけろって言ったね。鳥なんかいないよ本当に。いまだにたけしさんも、いや北郷カラスがこうなんかぶつかって大変だったんだぜなんて言ってましたよね。そんなことあるかって、ね、悪いな北郷さん、結構こんなニヤニヤしてる。この人結構悪い人だね。なんかさ、すごい優しいお兄さん的な感じだけど、嘘結構すごいよね。殿にね、嘘つきまくってるねこの人ね。いいな、なんかこういうの、うん、嘘つきだな。たけしサンドバッグ事件ね、うん、もう面白そうじゃないですか、ね、もう、ね、今のすごかったよね。たけしさんのサンドバッグくっついたら、これ鬼に金棒な匂いするでしょ、なんかね。これなんでかっていうと、うん、これどういう事件かっていうと、みんな悪いよね。15年ぐらい前にたけしさんがものすごいタップダンスを一生懸命練習しだした時だったんですよ。もともとたけしさんっていうのはデビューして35ぐらいの時にたけし軍団とかで、ね、コンサートやってた時にタップやってたんですよ。だけどやっぱ何年かあってやっぱやらなくなったんですよ。だから十何年 やってない時期だったんですよ。
ですよね。だけど武さんがやっぱ嫌だと、俺やっぱ年取ってジジイになったらタップとピアノのショーをやりたいってことで、うん、よしもう一回一からタップをやるぞってことで、武さんが毎日だいたい仕事5時6時で終わりますから、武さん仕事はね、で終わったら自分の自宅の地下室の稽古場で2時間タップをやるっていう日々が続いたんですよ。でそこに僕らも武さん教えてくださいって若手が毎晩通うようになって、そこで2時間タップの稽古をした後に武さんと食事をするっていう期間が、まあ、6年ぐらい続いたんですよね。でそんな期間があったんですけど、で最初の3年ぐらいタップばっかやってたんです、みんなでね。たけしさんが3年ぐらいだったらもうタップばっかやってるのもちょっと飽きたなみたいな、まあ、タップもいいけどなんかちょっと目先変えようぜみたいなこと で、あ、北川ちょっとじゃあサンドバッグ買ってこいっつって、その本格的なサンドバッグを買ってこいってなったんですよ、うん、ああと思って、でまあ結構な値段するんですよ。だけどまあそれたけしさんがここに出してくれて、でちゃんと天井からねこうなんかつらし、ちゃんとつるようにして、うん、とにかくあのちゃんとできるようにで、とそれやって、でたけしさんがですね、おいいじゃねえかっつって、でこう足タップシューズ履いてるんですよ。タップシューズ履きながらこうやってサンドバッグに近づいてきてくれ、パパパパンってやるんですよ。忙しい人だなと思って、パパパパンタップ履きながら、すっげえな、足タップしたボクシングすげえなと思って、でやさん、そしたら2週間ぐらいしたら、よく考えたらお前こうグローブねえじゃねえかお前来たかっつって、あそうだグローブ買ってこいっつって、グローブ買ってでグローブつけちゃって、もうねその絵が滑稽なんですよ。足タップシューズ上グローブ危なくマウスピースねつけそうになったんだ、それ、まあ、こんな感じでやってて、これたけしさんって昔からピアノもねやってるから、そのタップの稽古中によくピアノも弾いてたんです、たけしさん。だからね、でもすごいですよ、だってそのグローブがない時たけしさん最初タップやってサンドバッグ叩いてピアノ弾いてんだから、天才っているんだなとマジかと、でそんな日々がついた。でね、まあ、さっき言ったけどグローブ買ってこいって言われて、でグローブ買ってわーなんつって、でまたカタ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 パン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 タカタカタパンパンパンってピアノのとこ行った、あ弾けねえだってそりゃそうだよみたいなチャップリンかみたいな、すごかったよ。でそんな日々があって、すごかった、とにかく本当にやるんだな何でもみたいな、うん、これでね、ある日でね、たけしさんとタップの稽古僕ら毎晩行ってたんだけど、僕らもほらなんか仕事があったりとかライブがあったりで、たけしさんのタップに参加できない日だったんですよ。でその日俺仕事があって夕方6時ぐらいまで仕事があったから、今日もタップはいけないなと思って7時ぐらいにね家で寝てたんですよ。したらたけしさんがまた直伝ですよ。だいたいたけしさんの直伝ってろくなことないからね、だいたいカツラの情報かなんかアクシデントだから、あこれなんかあったかなと思って電話出たら、たけしさんが電話口でめっちゃ怒ってるんですよ、うん、おい北川お前何やってんだよ、いやあのちょっと仕事で今日お前あの買ってきたサンドバッグお前外れたよ今、なんかサンドバッグがなんか分かんないけど取れて下敷きになって真相になったんですけどお前危なくしんどくなったぞおいお前どこにいんだすっごいすっめっちゃやばいと思って、でも俺買ってきたの俺だけどつけたの俺じゃないんですよね。でもしょうがないなと思ってもうタクシー飛ばして行って、でやっぱり俺たけしさんにそれまで怒られたことなかったから、うん、あどうしようと思って、まあでもしょうがない、ここはもう謝るしかないかと思って行ったのね。でまあもうおっかなびっくり稽古場入ったらもうまず笑ったのがもうサンドバッグが倒れてるんですよ。で砂が出てるんですよ。うわーなんですね。したらたけしさんはそのサンドバッグを見てるわけですよ。で俺が来たらもう遅いよみたいな、見てみろこれみたいな、見てみろお前死にそうになったじゃねえかみたいな、はあなんつって、で俺もそこはもう乗るしかないから、えでどんな感じで落ちてきたんですかみたいな言うと、たけしさんがお前よくぞ聞いてくれたみたいな感じで、お前こうでこうでお前なんだこうかわしたんだよみたいな、だから俺はそこもうそこ乗るしかないと思ったから、それ友だからかわしたんですよみたいな、に悪いやつ、日々タップやってたから足腰が強くてかわしたんだよ、そしたらああそうだなみたいな、なんかだんだんたけしさんが俺の容赦に押されていくんですよ。でだけどお前買ってきたのお前だろみたいな、お前ちゃんとつけたのかみたいな、いやこうだこうなんですよみたいな、で俺もそこはもうやばいと思って、もう一回それでもう一回聞かせてください、どうやってかわしたんですか、言われるえもうしょうがねえなみたいなはぁでもはぁじゃここだったらもう死んでましたね、死んでたよバカ野郎一体俺たち何やってんだみたいな、でとにかく俺がなるべくそういう風にいかにたけしさんが運動神経がすごいかとかやってたらだんだんたけしさん機嫌が良くなってたんですよ。ほんで最終的に俺が言ったのは、たけしさんいつもねタップの時短パンなんですよ、その時短パンだったんで、ほんでたけしさん結構ねあの現場とかでタップやってるからってねこう言われて、こう女子アナとかねこうアイドルとかにあたけしさんの足って筋肉すごいとか言われてたから、結構それを喜んだのを俺覚えてたから、ここで言えば大丈夫だと思って、あでも殿あれじゃないですか、ここのふくらはぎのとこコブラみたいになってますよねつって、コブラってこれ合ってるかどうか分かんないんだけど、なんとなくこうキュッと締まったイメージコブラって言ったら、俺これはさすがに通用しないなと思ったら、たけさんがコブラみたいになって、なんかその悪くねえなみたいになってみたいな感じで、お前飯食ったかみたいになって最終的に怒られずそのまま二人飯食い行ったんですよ。これで
あよかった、コブダのおかげで助かったと思って、そしたらその4日後ぐらいにたけしさんが、俺付き人ついてたから、たけしさんがね、あのテレビの収録の現場でやっぱタップ踏んでたんですよ。たけしさん休憩中によくタップ踏むんですよ。そしたらやっぱこう集まってくるんですよね。わあ、たけしさんタップやってるんですかみたいな。そしたら一人のね、なんか女子アナが、そういえばたけしさん足すごい太いですよねみたいな言ったら、たけしさんが、うん、コブダだろって意外とコブダ気に入ってたみたいなねなんかこう考えるといいね、なんかね、なんかこうたけしさんが付き人にしたくなるのは太鼓持ちがめちゃめちゃうまいんだろうね。なんかすげえわかる、すげえ気持ちよくしてくれるんだね。いいね、北郷さんで、なんか横に置きたくなるんだね。ね、10月7日公開のアウトレイジ、ね、最終章、ね、始まるでしょ。でアウトレイジシリーズね、一番最初のシリーズ始まるときに、たけしさんが久々にそういう、なんだろうな、こうギャングものというかね、そういうバイオレンスものを撮るから、もう絶対に、情報は僕らはもう前からね、何年も前から聞かされてたんですけど、事務所から言われてたんですよ。ダメだよ北郷君、ツイッターとかで、うん、次はたけしさんの映画がこういう映画だよとか絶対ダメだよって言って、うん、とにかく1年後まで黙っとけってみんな言われたんですよ。絶対ダメだからね、映画ってまあビッグプロジェクトだから。そうなんですよね。だから俺は、はい、もう言いませんって言ったら、たけしさんがですね、もうね、撮影入るちょっと前ぐらいから、会う人、現場で、テレビ局でいろんな人会うじゃないですか、仕事で。会う人に、次の映画をね、アウトレイジって言って、ヤクザものなんだよって。誰が出るんだよって、全部喋ってるんですよ。各局のスタッフに。そしたらね、やっぱ狭い業界ですから、もうどんどんその話が回り回って、ね、あのプロデューサーのうちのね、事務所社長の森さんに耳入ったんですよ。うん、そしたらね、森さんの耳には、誰かが、たけしさんの次の映画の情報をばらしてるやつがいると。これ問題あるぞ、森さんって入ったんですけど、したらそれをね、森さんが殿に言ったんですよ。いや殿、実はですね、なんか外野から聞いたんですけど、次のたけしさんの映画の情報をばらしてるやつがいるらしいんですよ。漏れてるんですよ。そしたらたけしさんが、何っつっておい、若手集合だ、若手みんな集められて、おい、なんか森さんから聞いたけど、お前らの中で俺の映画の情報流してるやついるらしいな、来たごうか、いやいや、あんただよってあんたでしょっつって、みんな若手以上、いや、あなたでしょっつって、そのぐらいとにかくもう黙ってたんですよね。さっきも言ったけど、誰々がレズとか言ったら、もうすぐにみんな集めて、あの子はレズなんだっていや、言っちゃダメでしょ、もうみたいな。ほんで、たけしさん結構ずるいのは、回り回って、それがね、あれ、たけしさん言っちゃまずかったらしいですよ、そしたら、いや、俺は来た方から聞いただけだから、みたいな、結構ね、子供みたいなこと言うんですよ、ほんとにね。まあ、それがね、かわいい。黙ってられないビートだけですね。いいな、なんかこのシリーズ面白いな。もうないのかな。え、これもっと欲しくない？このシリーズもっと欲しいんだけど。え、これ全部見たのかな。どう、みんなお腹いっぱい？俺普通にこのシリーズすげえ好きなんだけど。再生してないのもうないかな。え、超面白い。あ、もう全部再生しちゃった。あれ、69の動画ってなかったっけ？69の動画どこ行った？あれ、69っていう動画どこだったっけ？結局全部見ちゃったよ。尺いいよね。とにかくですね、僕はダンカンさんの付き人で1年半やったんですよ。だいたい1年8ヶ月かな、やって95年の秋にダンカンさんの付き人になり、ね、怒られ、それでまあ犬岩石なんかもやらされて、そこから殿の付き人になるわけですよね。はい、だ僕武志軍団入ってダンカンさんの付き人で約2年、殿の付き人7年ですよ。ってことはね、9年付き人やってたんですよね。はい、普通付き人ってね、みんなね、どこの世界もね、2年3年ですよ、うん、ね、9年ね、何でか知ってます、居心地がいいんですよこれね。はい、よくできてますよ、システムが。ダンカンさんの付き人ね、なかなかしんどかったね、2年しんどい。殿の付き人超楽、アメとムチね、うん、ほんとよくできてるシステムが。だから武志軍なんてね、昔そういうシステムがあったんですよ、ね、絶対に。それこそ遡れば水道橋博士ぐらいも、ね、あの弟子にしたら、ね、殿がね、ダンカンのとこ行けよと。うちのダンカンさん教育係ですからね、鬼軍曹として、それで行く。そこでね、這い上がったものだけが武志さんの付き人になるみたいなね。はい、でね、こんな私ね、中学しか出ない私もですね、なんとか今こうやってここでね、喋れるのはね、まあね、おべっか言うわけでもないですけどね、ダンカンさんのおかげなら間違いないわけですよ。まあ、ただ頭おかしいのは間違いないですよ、あの人が。それはもう間違いない、断固していますね。まあ、今でこそ僕ってね、漫談にして楽しく喋ってますよ。同期でね、ガンビーの小林っていうのがいたの、ガンビーの小林っていうのがいたのね、一緒に入って、同じ日に入ったので、彼はね、結構ね、暴走族の、結構北海道の暴走族のリーダーだったんですよ。だからちょっとね、性格もね、やっぱね、勝ち気というかね、
だそんなねリーダーやってたやつがねダンカンさんの付き人やってね怒られるわけですよ。我慢できるわけないでしょ。小林が言ったセリフがね真面目んですよ。夜中俺に来てちょっと北川君話があるんだけど どうしよう俺閉められるのかなと思って、ね、どうしたそら、いや俺さ北海道じゃん地元。おそうだなお前。いや俺北海道の友達に頼んでさ、これ真面目な話ね北川君、ダンカンさんを殺して絶対バレない方法がある。いや方法があるじゃなくてそれは犯罪じゃんっていう。なんでさお世話になって兄さん殺してさ芸人でやってくのよ俺たち。無理でしょそれみたいな。でも真剣に言ってたことうなずきそうになったこと、うん、いい案だなみたいな本当に、うん、それぐらいもう俺たち追い詰められてたから、うん、まあでもですねそれが全て漫談にこうやって今生かされてますよね。よくここに喋ってますね。私覚えてますよ95年の秋、ね、ダンカンさんの付き人になったらねお前やめろと、ダメだとね25で入ったから遅いと、あ25で入って遅いしね、うん、ダメだうちは向いてないたくさんいるし軍団はダメだ、じゃあそこをなんとか、じゃあそこまで言うのはちょっと来いって水道橋博士の家に連れてかれましたよね。これだ新中野のマンションね、博士は当時独身ね、でお宮の松がね、いましたよ、あの居候で、あで俺もね博士もお宮の松も初対面、あじゃあダンカンさんがね俺とガンビの小林ね、こいつらあれなんだっけな、タキさんタケさんの弟子になったんだけど、うん、俺が辞めろってもやめないんだよと、で水道橋博士からも言ってくれと、で博士がね大変だようちはとね、タケシ軍団たくさんいるしね、俺たちだって浅草キッドだって大変だったんだよ、はい、でもね俺たちはいやそこをなんとか、そしたらダンカンさんがですね切れ出しましてですね、お前これまでこんなに言ってんのなんでやめないんだよっつって、分かったよ水道橋脱げっつって、普通大人の会話って脱げっつったら一回ラリーがあるじゃないですか、え脱ぐんですか、竹島がさすがですね脱げっつったら博士がはい分かりましたってまあ脱ぐ、そダンカンさんも脱ぎ出したんですよ。何を始めるんだと思ったんですね、夜の11時半ぐらいに大人2人シックスナイン始めたんですから、これができなきゃ軍隊入れてやらないってはぁってちょっと思ったんですよ。じゃあ俺入りたくねえやってもでも俺もねそこはもうしょうがないから、ね、もうちょっとノーノーってなってますからね、もう入りたいで、だからあのね、小林はちょっとね怖かったから、なんかじゃあお宮の松初対面ね先輩ですよ、だけどねお宮さん脱いでくださいっつって、今度俺とお宮がシックスナインするわけですよね、4人でね、マンションの綺麗なマンションのねワンフロアでね、大人4人がですね、ダンカンさんがチュパチュパやって、俺もチュパチュパやりながら、ダンカンさんがね、お前やめろやめろ来た、俺はね入れてくださいって地獄絵図ですよ。これだ結局ねこの動画最後になっちゃったね。運命でしょ、めちゃめちゃ面白かったわ。やばくない、普通に面白いわ。ありがとうございます。北郷さんすいません。北郷さんで2時間ぐらいあのサボらせていただきました。放送すごいね、でも閲覧が減らない、閲覧が全く減らない、プロのわけ。皆さん聞いてくれた皆さんありがとうございます。聞いてくれたって俺のネタじゃないけど、いやめちゃめちゃ面白かったね。どうだった、うん、こんなにトークスキルある北郷さんをドレさんはディスってるわけですから、よっぽど面白いことをやっていただけるんだと思うんですけど。今何時、あと3時間後に移動か。いや面白いね、うん、あやばこれ、北郷さん見ててみんなやばい、北郷さん見てる。やばくない、北郷さんがっつりリツイートしてんだけど。すいません北郷さん、がっつり北郷さんのネタ生放送で、北郷さんごめんなさい、北郷さん監視中だったわ、すいません。いやすごいね、面白いね。解放お疲れ、今日頑張って、やば。普通に多分北郷さんにバレてるなこれ、今日謝ろう、すいません勝手に見ちゃって、深見ってのはビートたけしの師匠深見千山郎からな、 あそうなんだ、それくらいじゃあ好きなんだ。おはようたけさん、あそういうことなんだ、深見って小手半の理由なんだ。ポッドキャストもね聞いてみるわ、
ポッドキャスト未だにやってるからね。うん。セコロお疲れ、ありがとう。ともちゃんいらっしゃい。今日はね、弾丸塾だから、みんなリツイートしてくださいね。今日の企画応援してください。こちらを拡散希望です。よろしくお願いします。いや、普通に面白かったわ。やっぱお笑いっていいな。芸人さんってかっこいいわ。たけしさんには紅白で浅草で浅草キット歌ってほしい。あー夢だろうね。弾丸塾はね、YouTube ライブで見れますよ。YouTube ライブで。この画面が、この画面が正解ですね。このトップページが見れたら正解。これ。この弾丸塾オーディション生放送っていうトップページで、残り何時間ってこの、6時間後にって書いてあるでしょ。うん。ここのチャンネル登録しておけばいい。で、このリマインダーと設定っていうのをポチッと押すと、この放送、お知らせが来る。っていうか、もうみんな配信やってるらしいよ。弾丸塾に向かう。もう、さださんとかもやってるって。いやー。お見逃しなく、もう生主の晴れ舞台だから。いや面白いな。うん、見て見て。このね、ツイッターから URL 飛べるから、もし行き方が分かんない人はこのツイッターから URL 踏んでください。頑張ります。いや楽しみだな。浅草の東洋館、元フランス座の前に行った時は感動した。ああ、もうファンからすると聖地だよね。あのクジラ屋だっけ、なんだっけ、あのクジラの肉何屋だっけ、あそこ一回行ってみたいんだよね。あのなんだっけ、なんだっけ、何屋だっけ、クジラの肉食えるところ、あよくネタになるところ。うん、名前出てこねえな。捕鯨船だ、捕鯨船。すごいよね。なんかいいよね、そういうなんかエピソード。行った捕鯨船。ああ錦さんありがとうございます。今日は弾丸塾なんで、あのイベント続きですが、ぜひあの頑張って番組作ってますので応援よろしくお願いします。皆さんもしよかったらね、このツイッターリツイートしてくださいね。あのリツイートするだけで新しい人がもしかしたら見に来てくれるんで、ご協力お願いします。いやもう嬉しいよ。拡散もよろしくね。見るのも応援だけど、これ面白かったっていう誰かが一人でもね、笑えたわっていう、その一人のためにあの拡散お願いします。このツイッター拡散してください。誰かが仲間になるかもしれないからさ、面白いよって。そしたらね、そこに出てる演者さんのね、あ出てよかったっていう、いい相乗効果が生まれるんで、皆さん協力、ご協力よろしくお願いします。お願いします。もうボタンポチッと押すだけだから、それで新しい人が、あ面白いポチッと押して
そしたらたけし軍団のさ配信見ない人でもえっ、ー、ってこんな熱い企画やってんだとかね、ブレイクする可能性があるんで、たったね一つの手間があの伝説を生む可能性があるんで、ぜひ乗っかってください。リツイートよろしくお願いします。僕も頑張りたいんで、弾丸塾は YouTube ライブっすね。でもあの一応こだわったのはね、本番が始まるところとか楽屋とかは生放送 OK なんで、まあ多分25人集まったらみんなそれぞれ自枠やると思います。まあ、本番のあの楽屋はね別に放送やってもいいけど、本番のスタジオの方にはあの機材は持ち込まないでくださいっていうお願いをしました。YouTube ライブですね。これですね。おお、完全ソールドアウト、お疲れ。今日も頑張るよ。今日も頑張ります。決定はしないよ。今日は無茶ぶりがされるだけ。要はダンカンさんと配信者が初対面で面接をして、でその場でその人に合った企画をパッて無茶ぶりして、で持って帰って自枠で無茶ぶり遂行。でその動画をダンガンさんが後日見て誰合格っていう流れで、選ばれた5人がダンカン塾生、もうそこから名乗っていい、ダンカン塾1期生って。要は今日からスタートだね。今日戦いが始まる感じ。うん、渡辺さんこんにちは、お疲れ様です。だから今日がまあやっと本ちゃんって感じだ。本編がスタートって感じだ。予選がスタートか。指令を受けるだけ。自己紹介とか自己アピールの後に指令を受けるって感じ。ダンカンさん怖い。めちゃめちゃ優しい人だよ。昔は鬼軍曹って呼ばれてたけど、俺はなんかすごい優しいおじいさんって感じ。ねえ、みどりさんとかねるさんとかね、野田総理とか、名だたる配信者出るからね。すごい神回になればいいなと思ってるけど、ちょっとトイレ行ってくるわ。一応ね、立川の市議会副業 OK だから出ていいんじゃない。市議会議員は副業 OK なんだね。国会議員とかダメだけどね。別に出て構わないでしょ。むしろアンチは出ろ出ろって感じだ。問題起こせって感じでしょ。ネタになるから。すごいよな。市議会、立川市議会の議員が出るっていうのは面白くない。市議会年80もないよ、うん、1ヶ月に2回とか3回とかだよ。いや投票すればいいんだから、あと集まりに集まればいいんだから、週1回もないよ。2週間に1回行けばいい方だよ。これで年収1000万だから利権だよね、完全に。
うん、高すぎる。町会議員なんて300万ぐらいだぞ。だ、町会議員は規模が違うじゃん、うん、市はでかいもん。市とか区とか、ましてやあれだよ、東京の立川って結構でかいんだよ、うん。まあ、町会議員はね300万ぐらい妥当でしょ、うん。普通ね、あのヨーロッパの人たちはそのなんでお金持ってる人とか権力者、ビジネスで実績を出した人がボランティアで政治を参加するべきだっていう考え方が浸透してるからね。まあ日本の場合利権になってるっていうのはダメかもしんないよね、うん。ちょっと問題あるかもね。はい、こんにちは、よろしく。おはよう、タムタム。オフ会ありがとうね。会えて嬉しかったよ。まあ、2回目だけどね、会えたの。朝までありがとう。お疲れ。来るんじゃないかな。一応キャンセルの連絡は来てないからわかんないけど。来ると思うよ。多分ね。ありがとう、パフェありがとう、アイテムありがとう。いいね、ダンカン塾のケーキ漬けありがとうございます。ヤコおはよう、かっこよかった。ごめんね、負けちゃった。全力でやったよ、うん。はい、こんにちは、ヤノラッキー、うん。楽しかった、嬉しいな、ありがとうね。一生の思い出になったよ。久々にやったかんね、リスナーさんとなんつうの交流。ただでいいんだわ。さてさて、緑にはどんな指令がいくか。そこだよね、うん、内容だよね、うん。俺は演者じゃないもん。俺に無茶ぶりは来ないよ。俺スタッフだもん。俺にあれは来ないっすよ。無茶ぶりはないっす。って何よ。もうずっと説明してるな。そうだよ、スタッフだよ。スタッフ、スタッフ、ガチガチに台本、俺台本持ってるから今日渡されるみんなの台本持ってるから。ちなみに木曜日にタマさんのスナックイベント行きました。あ、そうなんだ、へえ。でもさ、嬉しくない？こうやってさ、芸能人のさ、北郷さんにさ、ツイート、リツイートされてるってすごい嬉しくない？ねえ。ほら、ある北郷って書いてあるでしょ。北郷さんのツイッターに俺の名前載ってんだよ。光栄だよね、本当に。ほら。北郷さん優しいからな。結構上の方にツイッターある。ほら腹立つわこれ。なんか申し訳ないよね。北郷さんのツイッターに俺のドヤ顔が載ってるっていう。たけし君、北郷さんのファンからするとなんだよこの寄り目って感じだよね。誰お前みたいな。いや嬉しいよね。俺博士にもリツイートしてもらったからね。感動したよ。ある北郷さんは有名だよ。たけしさんの今でも側近、もう唯一じゃん。もう毎週会うっていう、必ず会う人だから。ロハコさん亡くなりましたね。
お子さんお亡くなりになりました。残念です。いや、いろんな人にね出会えたらいいんだけどね。脚本家はどう？脚本はね、正直書いてない。台本を作ってるのは俺じゃない。台本を作ってるのはダンカンさんと運営さん。俺は配信者の気持ちとか配信者をどうするっていう時はほとんど俺が決めてる。番組自体の台本は、これでどうですかみたいなチェックをこうさせていただいて、で配信者側の目線をこうお話しさせていただくって感じ。配信者こう考えますねとか、こんな感じですねみたいな。だからウェブのことと配信のことかな、主に担当してるのは。要はこういうツイートするとリツイートが多いですよとか、こういうやり方するとバズしますねとか、そんな感じのことばっかりだね。たけし軍団の一員ではないですね、僕は。それは全然違う。どうしよっかな。いや、俺もドキドキしてきたな、うん、結構人どれくらいの閲覧あると思う？みんなの予想。 YouTube ライブ閲覧どれくらいいくかな。どうなんだろう、ちょっと読めないな。どう思う？捨て頃が2万5000人だもんね。何人ぐらい予想する？みんなは。ダンカン塾5万も10万も行くか。
俺5万いったら大成功だよ。どれくらいいくんだろう。そんなにいく？いくか。俺1万は行きたいっていう感じで、3万いったら大成功だと思うけど、2,3000人、緑と野田次第。どうなるかな。2,3000人は超えるんじゃないかな。どうだろう。5,000か。まあ手堅いね。俺は1万超えたらまあまあで、2万3万いったら大勝ちだと思ってる。うん。番内さん来るかね。どうだろうね。メンツは、みどりさん、野田ゾーリー、ねるさん、ベンジョ太郎さん、ひかるくん、ひどんな、行くんじゃね？行きそうな気がするけどな。どれさんも来るし、結構異色だよ。俺、ぶっぱねそうな気もしなくはないけどな。参加メンバー大手いっぱいいるよ。25人配信者集まるから。紹介しようか、メンバー。大手は、まあいいや、全員読み上げるよ。ココア様、サダ、ワン太郎、野良猫、ベンジョ太郎、ジョニー、オノ、ハニー、大きい、ネル、どれの深夜食堂。で、ここでかいね、モンちゃん。昨日1億円ゲットしたモンちゃん。アキラッパ、ピンク、卵味噌、トムソーヤ、池上、野田ゾーリ。ひどんな、愛よりお金、アグリーン、3倍目光る、小島グランプリ、ほなちゃん、解放、柏木、横山みどり、パトラッシュ。どうなるかだよね。YouTube なんだよね。YouTube ライブ。謎だよな。ねえ、ハニー大木さん古いからね。あと柏木はね、仕掛けるからね、ぶっぱねるからね。柏木に活躍してもらいてえな。アベマとかはね、でかいからね。まあだから試験的な感じだけど、まあまあ1万超えたらまあいい仕事したなって感じだけど、3万とかいったらむしろね、すごい褒められると思うよ。あーちゃん、ありがとう。お疲れ様です。加藤純一かこれこれが YouTube ライブやらなければ。あ、そっかそっか。加藤純とかも数字持ってるもんね。リアル怪獣グランプリ、マジマジマジ。すごいよね。いやー、どうなるんだろう。めちゃめちゃ面白いよな、この流れは。楽しみだね。生主がどんな感じになるのか、すげえワクワクするもん。俺もなんか緊張するよ。風船ありがとう。まあまあね、どうなるのか蓋開けてみて判断しようよ。もんちゃん1億もらったっていうか、リアル怪獣グランプリの賞金1億ゲットってなってたよ、アベマ。いや、拡散ぜひ協力してください。このツイッターリツイートしてくれるだけで嬉しい。いいねボタンでもいいし。なのこママおはよう。あ、お疲れお疲れ。いや、解放っていうか、解放ではないよ。解放か、あれは。いや、面白かったよ、すげー。
いやーそうそうそう、もうだからね、どうなるかだよね、ちょっと不安でいっぱいだよね。そうそう、男官塾っていう番組が今日始まるんですよ。もしよかったらラノコママリツイートしてくれるとすげえ嬉しいな。で見てくれたらさらに嬉しい。これ今日の夜9時から、あ、じゃあ夜の7時から男官塾っていう番組やるんで、僕はあのスタッフです。あのこの企画のずっと立ち上げから関わってるスタッフなんで、僕は出ないですよ。いや番組作ってる側ですね。だからまあチラッと映ったりとかするかもしれないけど、主役ではないんで僕は。あのだから僕が出るっていうことには期待しなくていい。裏方裏方、がっつり裏方。いやードキドキするよな。誰が来るのかとか見てのお楽しみだよ。生放送だよ、 YouTube ライブで生放送だから、まあ YouTube のアカウント持ってたら、まあ、アカウント持ってなくてもブラウザで YouTube 検索したら見れるよ。いやー楽しみだな、ワクワクしてきた。うーん、池上さんも出るもんね、トムソーヤ池上。C グループか。これ5000円で売ってる。これ5000円で販売してる。買って、和道 T シャツ、初めてのグッズ。ぜひぜひ買ってくれる人は連絡ください。あと在庫どれくらいだろう、19枚の3枚売れたから16枚かな。うん、あと16枚売りたいですね。よろしくお願いします。ラノコママね、来てくれるの久々だよね。なんかね嬉しいわ。ねえ、たまたま買って物いいでしょ、すっごいしっかり作ってるでしょ、できいいよ。セコロ見た？ありがとう。今首とね唇とかね、もう痛くて痛くて、まだ病み上がりっつうか交通事故の後みたいになってるよ。むち打ち、すっげえいい、ありがとう。あ、 T シャツ買いたい、もう発売開始だよ。わたあめ D、 あの LINE ください、 LINE ちょうだい、わたあめだよって、あの T シャツの何サイズくださいって言って。ぜひぜひ、うん、T シャツ欲しい、 DM か LINE で連絡しくれたら、サイズ、3XL まである、うん、S から 3XL で、在庫限られてるんで、早めに連絡いただければ、もう予約しておくから、ぜひぜひ。あとステッカーとかもまとめ買いすると送料がお安くなるっていうか、送料がね、送料の分あれなんで、プロマイドとかも売ってるんで、ぜひ。プロマイドは1枚500円、ステッカーは500円から1000円のものがあって、こういう写真も売ってます。今まとめて買っていただけると送料まとめでお安くなるので、ぜひ。 M サイズ、まあ普通の T シャツで M 入る人だったら全然 M で、まあ、普通の何 T シャツのサイズでいい。これが L、普段 M 着てる人は M でもいいし、 S サイズ着てる人は S でいいし、それは
物自体はその普通に売られてる T シャツだから、ナイン了解、今返すね。 OK、 T シャツ M 了解です。息子に着せたい？ありがとう。いいんだよ、2枚3枚買ってもいいよ、お揃いで買ってもいいよ、うん、ぜひぜひ買ってください、よろしくお願いします。息子さんに4枚だね。じゃあ息子3人とお母さんの分で4枚。ぜひぜひお願いします。娘は着ないか。まああの DM か LINE であの T シャツ欲しいですって言ったらあの情報を送るんで。風船ありがとう、風船ありがとうございます。なはなはやありがとうございます。4枚売りつけ成功っつって。ぜひぜひ。もんちゃん朝の放送で手取り8000万らしい。あーそっかそっか、税金とかの関係かな、なんかあるんだろうね、いろいろ。8000万かよ、すげえな。よかいらのコマ待ってるよ、ぜひよろしく。すげえな、もんちゃん億万長者だね。まあ1億円もらえる時代だもんな、夢があるよな、すげえよな。まさかもんちゃんが取るとは誰も考えてなかったもんね。音楽いい、 N さんいらっしゃい、ありがとう。何撮ったのもんちゃん。リアアメバ TV の企画でリアルカイジグランプリって言って、ほらカイジって漫画あるでしょ、ザワザワって言って、あれの生でやってみようっていう、その生っていうかそのなんつうのリアルでやってみようってなって、応募者は3万人だかそんくらいいたんだよね。で勝ったやつ1人だけ1億円もらえるってやつで、その3万人の中から勝ち上がって、半年ぐらいかな、半年ぐらいずっと撮影やってたよね。でもんちゃんが1億円取ったの。いやないと思うよ、テレビだと上限1000万とか予算がそんなに出ないんだと思う。ネットだから青天井とかじゃないと思う、多分アベマが本気出したんだと思うよ。もう決定、昨日決定、3万5000人の中から1人か、うん強えな、すごいよね、やば、1億円想像もつかねえもんな、や
ばいよね。想像つかない、やばい。いや強運すぎるだろう、すげえよな。まあまあ1億じゃね、一生遊んで暮らせるってわけじゃないけど、元ねえ不動産とかアパート経営とかできるんだぜ、やばいよな。すげえな。ねえそれでねえ不動産で家賃経営とかで安定して入ってきてもいいし、まあ20年30年は暮らせるもんね。すげえよな、いいな。うん、南関塾ぜひぜひ。なんだこれ、10年は余裕でしょ。だって年収300万でもね、10年で3000万なんだから、遊んで暮らせるよ10年なんか。年収1000万の生活で、年収1000万で全部使い切る前提の金額でしょ。余裕で遊んで暮らせるでしょ。だって年収300万って週いくら？ 24 万とかでしょ？余裕の余裕でしょ。余裕にも程あるよ。あ、お金に困ってないんだ。まあまあ運がいいんじゃない。そういう人いるじゃん、お金に困らない人って。そういう星のもとに生まれてるんでしょ。イモングループの霊場のイモングループがよくわかんないけど何イモングループって、そういうグループがあんの。たかられないことを祈る。ああ、まあたかってくる人もいるだろうね。俺は全然なんかフラットに普通に付き合いたいけど、てかもともとそんな付き合いないしね、イモンさんと。普通にまあコメントあったらお互いいやーみたいな感じで。あ、実家は新宿にビル持ってるんだ。へえ、御霊場じゃん。じゃあ、自分がもし手に入ったら返却してこれを使ってもっと私を使ってくださいっていうか。ああ、まあまあ運がいいんだよ。
いや貧乏人のところにはお金が寄りつかないって言うじゃん。何食べようかな。腹減ったな。あーまあ映画は別に正直言うと300万ぐらいあったらショートムービーとか作れるかな一本。まあ、300万はないときついだろうな。今現段階でスタート。結構ね映画って予算かかるんだよ。300万あったらまあ自主制作余裕持って作れるって感じだね。私は本当になんか人生の転機がいっぱいあるよね。本当になんか流れがわかんねえわ。ありがとうメガホン、ありがとうみー。まあいろんなことにトライしていきたいよね、これに限らず。いろいろとこうやっていきたいかな。あーありがとうマルコムさん、大変だったよ本当に。めちゃくちゃだよあの人。お前赤ちゃんみたいな人だったね。そう言っていただけると嬉しいです、ありがとう。さあ次次次どんどん仕掛けるよ、どんどんやるよ。コメントの流れが早くて目が回った。コメント欄自体は見れてないかな。タイムシフト残ってないんでしょ、捨て頃って残ってんのかな。え、残ってんの捨て頃って。え、マジで、え、本当に。マジか。ダンカンさんのモノマネ、え、やったことない。難しくない？残ってんだ。便所さんの、あ、本当だ、残ってる。あ、知らなかった、残ってるんだ。ほんとだ、残ってんじゃん。知らなかったわ、ありがとう教えてくれて。マジだ。米付きあった。あ、ありがとう教えてくれて。すごいね、残してくれたんだね、嬉しいな。
後で見よう。コメント多すぎでしょこれ。よくサーバー落ちなかったな。米付きのやつ見たいな。 YouTube にあんの。捨てごろつで、ちょっと待って、捨てごろつ あるんだ。どれだろう。かな。いや、米付きある？どれだろう。インターネット配信。え、ワドをピンじゃなくてってこと？あ、これかな？あったあった。すげえコメントじゃん。ちょっと見てみよう。え、こんなにコメント？やば。すげえ、弾幕どころじゃないじゃん。やばいね、これ。ちょっと見てみようか。見ますとも。へえ、ちょっと見てみます。すげえな。あ、こうちゃん、お疲れ。バカありがとう。すごい速さだね。いや、これは追えないわ。すごい。ボクシングルール。2分2ラウンドを行います。まずクロームニコダマ直樹兄さん入場。長いこの辺から見ようかな。サメちゃんわらってなってるね。まあ鍛えてないとあの動きできないよね。あれ止まったな。ちょっと待って、うん、鍛えてないとあの動きできないね。うん、長いんだ。すげえ、ワドってコメントすげえな。すげえ、ワドみんな書いてくれてる。すげえやば。ワド弾幕も書いてくれてる。すげえてか早すぎるでしょコメント。すげえな。こんな感じだったんだ。そうですね。そして、ね、前回コメントすごっ、ね、早いなんてもんが見えないね。ただ経験値はありますからね、はい、これでもね、みんなちゃんと書いてるもんね。すごいよね。そういうことで、やば、合わせてきております。すげえわこれは。どんな感じだったんだ。いやこれ読めねえわ。去年よりコメント多いね。おっと、きなりのおきにさん、なおきにさんも見えてますね。ですね。顔つき変わりましたからね、ちょっと前の。おっと左が入った。おっと左フック、ストレート、ちょっと早くて見えないぐらい、ね、フックですね、はい、フックありましたね、直樹兄さん。はい、すげえ早くなったコメントが。直樹選手ね、うん、あの捨て頃に向けて、すげえコメント早くなった。本気なボクシングジム通ってたみたいです。服が抜けない。対するのは窓選手も、うん、はい、窓選手もね、世界7位の選手に指導を受けた。ダメだこれ、コメント読めないわ、このスピードは。セコンドでね、入ってますね、うん。すげえなコメント。ないですかね、こう見るとすげえな。これやっぱ直樹兄さんも自分の誕生日にこんだけたくさんの人が応援してくれるということで、絶対に勝ちたいと言ってましたけれども、
ただ本当に我々近い人間からするとこの2人とも顔つきがね、ここの1ヶ月ぐらいでだいぶ変わってきましたね、はい、体つきも、ね、ええ、ここで直国さん押し込んですげえ、こえがっつりいくねが、すげえなこれ。コメント去年より多くない？少しスローになった。巷では直美兄さん配信より格闘技の方が向いてるんじゃないかということでもう配信やめちゃえなんかも言われてました言われてますね。これはすごい。ただ直美兄さん控え室で唯一誰でも喋らずずっとシュッシュ言ってます。そうですね、本当に、ツイキャスの大手、いやそれよりも多いでしょう。そうですね、大手こんな感じなの、こんなにコメント早いの、無理でしょう喋るのこんなの。いやな。さあ残り時間が、やば。さあワード選手ちょっと一発当てたいところですけどね。おっと、おっと。あ、これスタンディングダウンじゃなかったのが痛いな。背中向けてしまいましたからね。はい。いやー、さっきのスタンディング取りたかったな、もっと攻めて。なんでと、なんでブレイクしたんだろう、これほんと不思議だよな。なんでレフェリー止めたんだろうな、この流れで。別に普通にほったら攻めててスタンディング取ったと思ったんだけどね、なんで止められたのかわかんないよ。別にクリンチとかされてなかったのに、何なんだろうね。あそこ攻めてたよね、たむたむね。これ取ったと思ったよ、止められたから。なんで止められたんだろう、よくわかんねえよな。さあワード選手ちょっと一発当てたいところですけどね。ほら、おっと、出てるぞ。ちょっと直美兄さん聞いたか、なんだろう、背中向けてしまいましたからね。はい、うん、第1ラウンド。さあここでインターバルでございます。30秒間のインターバル、はいはい、お疲れ、ゾエさん。いや、面白い試合です。いや、1ラウンド前からすごかったですね。若干のお兄さん、後半少し体力面がちょっとバテたかなって、うん、はい、ちょっとタラちゃんが入ってました、今ね。タラちゃん、タラちゃんちょっと入ってました。入ってました。ちょっとタラちゃん入ってました。さあ、すげえコメント。一発当てようと、かなり生活はね、いや、揉み合ってないよ。普通に攻めてたよ。セコンド、セコンド。それではインターバル残り5秒前。直樹兄さんもかがんで結構2、3発もらってたよ、この時。さあ始まりますよ、ラウンド2ラストラン。さあ泣いても笑っても、まあ1本ダウン取ってもね、ということですが、どうせこの後スタンディングダウン取られちゃうから負け確なんだけど、ね、うまいこと使って直樹兄さんのパンチをかわしてますね、うん、さあすごい両者肘と肘のぶつかり、濃い濃いと和道が、直樹兄さん体格がいいですから一発当たるとちょっと怖いですよ、和道選手も、ね、はい、和道2、亀尾さんいらっしゃい、はい、はい、暇の時僕の肩殴ってきましたか、おっと、あ、お疲れ、メイメロさん来てくれてありがとう。直樹兄さん当てられながらもコーナーに追い込んでいく。さあワード選手も、ワード選手も返していく。さあこの2人お互い負けられない、そうですね、配信もそうですけども、ある意味崖っぷちといえば崖っぷち、はい、絶対に負けたくないと。ニコ生、おっと、ワード選手今若干ふらついたか、直樹兄さん詰めていく、直樹兄さん詰めていく、体めちゃめちゃでかいよ、直樹兄さん。1、2、3、4、5、いやいや、2回ダウンもらってるから俺の負けだよ、紙一重じゃない、これ。さあ再スタート、熱くなった、ありがとう。残りは40秒。さあワード選手ちょっと一発当てたいとこですけど、さあ兄さんもそこに詰めていきたい、間違えて兄一さんと言いそうになりました。さあ会場もすごい盛り上がっている、両者打ち合ってる、すごい、コーナーに詰め込んだ、コーナーに詰め込んだ。残り15秒、10秒、直樹さんも距離感取る、おっと、孫一発。
さあ両者辛そうですけど、ダウン取られてる時っていうか、あの一発目のダウンから俺記憶ない。うん、気がついたら終わってた。そういうもんです。本当にあの記憶ないっていうか、夢中でぶん回してる感じ。あの体振ってとか、もう反射だけでもう集中しまくってて、バーンって倒れて、あ倒れたっていうのは分かったんだけど、そっからはもう取り返そう取り返そうっていうことで、もうそういう感覚だってさ。あのなんだろう、まあ他の動画ちょっと説明しようか。ねこれ見たら分かるんだけどさ、ちょっと待って、うるさい。これ見たら分かるよ。えって言うけどさ、こんな感じだよ。ちょっと待ってね、いくよ。あこれ画質悪いやつだ。ちょっと待ってね、画質良かったのどれだっけな。ステゴロ2で、あれ画質良かったのどれだっけ。あれ動画なくなってんな。これか、うん、あれどれだっけ、画質良かったの。これか、これかな。動画がありすぎてなくなっちゃってるけど、えぐいぐらい首ねじれてたよ。あれどこ行ったっけ。あれ画質良かったのあったのにな。ちょっと待ってね、どこだっけな、あれあれわけわかんねえ。ちょっと待って、ステゴロ2、これか、これだこれだこれだ。ちょっと待ってね、これさ、えっていう、これさ、えって言われたけどさ、記憶ないって、これ見てごらん。ちょっと待ってね、いくよ。ここまで行ってんだよ首。わかる？こんなだよ。これは記憶飛ぶでしょ。スローモーションで見るとね、すげええぐってなるでしょ。首今でも痛いもん。だからこっからはもうなんか意識朦朧としてる。飛んでひっくり返ってっかんね。まあまあまあそんな感じだったね。あ取り返さないとと思って、もろもろやっばいの入ったなと思ったもん。直樹選手ね、捨て頃に向けてボクシングジムに、割と本気なボクシングジム通ってたみたいです。対するのは窓選手も、はい、窓選手もね、世界7位の選手に指導を受けたと。そうですね、ということで今日のセコンドでね、今の左フックはいいの入ったね。世界7位ですからね、はい、井高選手。これやっぱ直樹兄さんも自分の誕生日にこんだけたくさんの人が応援してくれるということで、いや今スローだからそう見えんの。言ってましたけれども、今のはスロー再生だからそう見えんの。いくよ、生再生。だから顔つき変わりましたからね。そうだよ、思いっきり倒されたんじゃなくて、思いっきりフックがっちり入ってるでしょ。顔つき変わりましたからね。ほら、おっと左が入った、おっと左フックストレート、速くて見えないくらいフックですよね。普通にパンチだよ。5、6、7、直樹選手ね、捨て頃に向けてボクシングジムに、割と本気なボクシングジム通ってたみたいです。対するのは窓選手も、はい、窓選手もね、世界7位の選手に指導を受けたと。まあすげえすごい経験だよね。貴重な経験だったわ。なかなか殴られて倒れるって経験しないからね。ねえ、あの戦ってる時はね
その痛いとかじゃないんだけど、次の日がね、もうむち打ちとか交通事故の後みたいな感じになるんだよね。うん、えぐいよやっぱり。ヤバタンだよ、ヤバタン。うん、あ、今日はね休めないんだ。これからね、あの弾丸塾っていう番組があるから。おー、ナヌさんはどつ、いらっしゃい。今日は仕事です。これから、皆さんツイッターフォローぜひよろしくお願いします。ありがとう、匿名さん、大花火ありがとう、ありがとうございます、頑張ります、サンキューです、ありがとう、頑張ります。みんな弾丸塾いっぱい見ていっぱい笑ってください。ありがとう、嬉しいな。ありがとう、ワドターンっつってね、すげえ、大花火散発ありがとう、匿名さん、ありがとう、すげえ、ありがとうございます。クール大花火ありがとう、すごい、何これ、タムタムさん花火ありがとう、みんなありがとう、うん、気をつける、メイメロありがとう、いや嬉しい、たくさん花火ありがとうありがとうね、めっちゃ嬉しいわ。最近ね10日ぐらい休んでたからね、あのふわっち全然放送してなかったけど、なんか閲覧も100人超えるぐらい来ていただけて嬉しいです、ありがとう、みんな超嬉しいな、ありがてえな、ねえ、みんなに支えられてんだなって本当思うよありがとう。あ、ありがとう、タムタム、タムタムからクール花火、花火4発ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、匿名さん、ワドタン2って言って大花火、クール大花火2発、大花火2発ありがとうございます、すげえ、ありがとう、ありがとうございます、頑張りますありがとう、すげえありがとう、嬉しいなぁ。ありがとう。みんなありがとうね。パチパチありがとう。マジかよ、花火2発、匿名さんありがとうございます。あざーす、弾丸塾頑張ります。ありがとう、弾丸塾頑張るよ、花火3発、3発ありがとうございます。頑張ります。ありがとう、みんな。お、ちょうど花火が10発になった。ありがとうございます。ありがとう。すげえ嬉しい。みんなありがとう、花火。ありがとう。応援ありがとう。頑張ります。嬉しいな。頑張るね。ありがとう。いやー、緊張してきたな。生主いっぱい集まるんだろうな。ツイッターが調子悪い？嘘。つくしさんいらっしゃい。なつさんいらっしゃい。みんなお疲れ様です。
今日はね、夜の7時から弾丸塾をやりますので、こちらのツイッターリツイートお願いします。リツイートよろしくお願いします。頑張ってる姿、頑張るしかねできないからね、結局自分なりにやっていくしかないもんね。そろそろお風呂入って準備した方がいいのかな。もう30分ぐらいやろうか。もう30分ぐらいやって準備して向かうわ。あとね、 T シャツの発売開始しました。郵送販売も開始しましたので、残り何枚だ、15枚在庫がありますので、お早めにお問い合わせください。僕が着てるこの T シャツ、残り15枚あります。ぜひ皆さん買ってください。よろしくお願いします。ありがとう、炎上チケット代ノンラブバーガー50個ありがとう。そうなんだよね、ちょっとね、そうそう、まあでもね、今日終わったらもう一段落だから、一応まあ次があるんだけど、次の収録とかあるけど、今日がね一番忙しい日だから、今日までがすっごい大変だったね。打ち合わせしながら、トレーニングしながら、配信できなかったから、バッタバタだったな、本当に大変だったよ。まあ本当にそうだと思う。あのさんの言う通りでさ、俺ね、暇だ暇だって去年言ってたのよ。暇だ退屈だって言わなくなったでしょ。忙しい忙しいって言ってるけど、すげえ、これいいよね、デザインね。なんかバンド T シャツみたいな感じ。本当に。背中こんな感じで。なんかライブ T シャツって感じで。かっこいいでしょ。タムタムの名前もでっかく入ってるから、ど真ん中にノンラブも入ってるよ。充実してるね、本当にね。もうこうやってみんなとゆっくり会話できるっていうのが、ね、嬉しいよね、自分の名前入ってるとね。ありがとう。うわ、ファンタスティック、ファンタスティック花火ですよ。特命さん、ファンタスティック花火ありがとうね。ありがとうございます、お疲れ様です、ありがとうございます。いただきます、ありがたく頂戴します。すごい、特命さんありがとう。いや嬉しいな、あざます、あざます。今日ね、3時ぐらい、まあ、2時ぐらいから放送して、一回枠切ってシャワー浴びたり、歯磨いたりして、で、そのまま、スタジオの方に向かいますので、スタジオからちょっと温めるっていうか、リスナーさんをこう、告知を兼ねて、こういう枠、弾丸塾って枠やりますよっていう枠やるんで、ぜひ皆さん見に来てください。もしかしたらね、弾丸さんが配信に映っていただけるかもしれないんで、まあなんかこう裏方のなんかお仕事的な打ち合わせ的な配信ができたらなぁなんて思ってますね。口笛痛いな。引っかかるんだよね、歯で切ったここの部分が。頑張ろう。いや配信続けてきたからね、
こうやって良くしてもらえるんだから続けないとね。いや怒られるわ。それは生主に任せる、うん、他の生主に任せるわ。えらいこっちゃ、えらいこっちゃって、えらいこっちゃだよ本当に。こんなにたくさんアイテムいただいて無理しないでね。お気持ちで結構なんで、はい、なんか自己破産するリスナーさんとか嫌だからね。俺の放送でそういう人出ないように。うん、そう、身に余るお金はね、身の丈に合ったお金が一番いい。身の丈に合ったお金が。でも幸せだよね、配信で飯が食わせてもらえるってね。恵まれてるわ本当に。花火パチパチありがとう。ウルトラドンチキありがとう。いや本当カメラ買おうかな。俺ねちょっと映画撮りたいなっていうのがあるんだよね。あ、了解です。了解です。了解です。うん。あ、オッケーオッケー。来た来た。うん。オッケー。LINE 来たよ。身を削ってやってきたからじゃない。まあ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 、身を削るってほど大したことはやってないけど。うわあ、マジかよ。ファンタスティック。花火10発。ありがとうございます。すげえ、誰、マジかよ、もう一丁って、マジか、30発、すげえすげえ、ありがとうございます。匿名さん、男気、男気、30発、花火久々だよ、久々の30発だよ。ありがとうございます。大花火分入れたら40発だもんね。すごいよね。すげえなー。すげえ。うん、おお、ありがとう、 T シャツ買っていただける、 ありがとうございます。誰だろう、 T シャツ DM か LINE でお願いします。解放パチパチ、ありがとう。解放もう準備しないとダメなんじゃないの。まだ間に合うか。あ、そっか、夜の7時からか。まだ間に合うか。
間に合うか。すごいね。ありがとう、大花火ありがとうございます。えらいこっちゃ、ありがとう。弾丸塾ってね、あのね、生主さんに弾丸さんが無茶振りするっていう企画です。だから番組名ですね、あの竹志軍団の弾丸さんがあの生主とコラボをするって感じ。あとある北郷さんって言って、あの芸人さん、竹志軍団の芸人さん、ある北郷さんの YouTube チャンネルでやるの。まあ、あの、もうビートたけしさんの側近中の側近って言われてる人ね。うん。面白いことになりますよ。詳しくはね、こちらに、Twitter に書いてあるので、こちらをリツイートしてください。お願いします。よろしくです。再生数どれくらいいくかな、楽しみだな。そうね、映画監督っていうか、まあ自主制作で映画は絶対一本撮らないとなっていうふうに思ってるから、まああの弾丸塾落ち着いたら映画制作の企画をちょっと立てようかなと思ってて、あとシルバーね、まあ、ものづくりが好きだから、ちょっとものづくりを、ちょっとやる年にしたいなと思ってる。まあ、まずは弾丸塾しっかりと成功させたいですね。皆さん応援してください。そうそう、シルバーも、シルバーも、シルバーワードをしっかりやらないとね。まあじゃあお風呂入ってたね、もう15分ぐらいしたら。いや楽しくなってきたな、いろんなこう子供の頃の夢が叶ってきて嬉しいよ。こんなことあったらいいなとか、こういうことやりたいなっていうことが一個一個、まあまあクリエイティブ、ものづくりだよね、ものづくり、ものを作るって感じだね。うん、アクセとかレザーアイテムとか、レザーアイテムはまだ考えてないけど、アクセサリー、ペンダントトップを今作ってるんですよ。うん、まだ全然制作途中だけど、シルバーの。今どこまで作ったかな、ちょっと待ってね。最後に仕上げたのいつだったかな、何ヶ月前だったかな。だいぶ前だよね。ペンダントトップ。どこ行った?待ってね、ペンダントトップは最後に作ったのは、あのシルバー歴もう15年の方と
こう組ませていただいてて、すごいよ古いこれシルバー、俺が買った時すごい昔に買ったシルバーだったんだけど、これ見てよ、ん？あれこれじゃないな、動画じゃなくてこれか、これ見て、15年前に買ったシルバー、ここまでビカビカに仕上げることができる、すごいでしょ、これ同じなんだよ、すごいよね、こういうそのプロとタッグを組んでシルバーを作ってますよ。でですね、シルバーの原型が今まだ途中も途中なんだけど、ペンダントトップを作ってまして、これだ、今ここまでできてるね、どこだ、あれ画面キャプチャーがない、あれどこ行った、あれ、あ、こっちか、そういうことか、こんな感じですね、今こういうモチーフで今ペンダント、鍵の鍵、俺にとっては鍵なんだけど、こういうモチーフで今シルバーアクセサリー作ってます、こんな感じですね、この棒の部分がここに重なってスーッて入るって感じだね、面白いデザインでしょ、そう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 、うん、ゆっくりゆっくり作っていって、うん、楽しいよ、パイピン用のトップ、これよりもでっかいよ、縦これくらいの、これくらいあるよ、これくらいある大きさ、すっごいでっかいペンダントトップ作ってる、めちゃめちゃでかいよ、これくらいあるよ、タバコのタバコ、これくらいあるかな、これよりもでかい、高さはこのくらいある、すっごいでかいの作ってる、これよりもでかい、そんなでかいの、でっかいのを作りたくて、めちゃめちゃでかいね、一個一個だよな、一個一個こう 重さをね、そのもうミーティング重ねてどこまで削るのか、要は耐久性と耐久性と軽さと、要は難しいのよ本当に、だから逆にチェーンを太くするとかさ、で首に負担かけないようにするとか、いろいろ考えてる、まあまあ自分が作りたいものを作ってるって感じですね。僕はシルバーに関しては素人なんで、なんかこう、まあ僕の中では鍵なんだけど、こうなんかこう、魔法使いが持ってそうな魔法の鍵を首に下げたいっていう思いがあって、そういうのを自分の頭の中にあるイメージだからね、こうモチーフとかっていうよりも、なんかこう頭の中にあるものを手探りで作ってる感じですね。だから
あの今こう携わってるシルバーの職人さんに言われたのが、シルバー作るって言ってもなんか二通りのタイプがあって、職人のタイプとアーティストタイプがいるんだって言って、で俺その人は X さんっていう人なんだけど、 X さんは俺自身は職人なんだって言ってて、ものづくりをする人なんだって言ってて、で和道くんは完全にアーティスト気質だから、もう何も考えないで思った通りに作ればいいっていう、もうなんつうのバックアップしてくれる感じだね。すごく嬉しいよ。うん、アクセ作り、まあそれでいいですよ、アクセ作りで、はい、なっかんさん、そんな感じです。まあ作品って感じね、作品って、まあ作りたいものを作るって感じですよ。徹底的に作るのかっていうのがあるらしいよ、うん、これも、あ、そうなんだ。たまたまね、リスナーさんでそのシルバーをずっとやってる人と出会って、それで教えてもらいながらって感じですね。だから俺は人との出会いがすごく運が良くて、たまたまって感じですね。たまたま。唇が炭酸しみるわ、痛いよ。美容師になりたいんだ、いいねいいね、学校通ってね、資格取って、それでは皆様、136名の皆様、合計3574名の皆様ありがとうございました。今日の
夜の19時に、YouTube ライブで、弾丸塾という番組をさせていただきます。僕は裏方なんで映像は映らないですけど、25名の、生主ふわっちからもたくさん出ますので、ぜひ皆さんこの今貼ったツイッターをリツイートといいねボタンを押してください。で19時からは YouTube ライブでお会いできたら嬉しいと思ってます。一生懸命裏方ですが一生懸命頑張りますので、ぜひよろしくお願いします。応援してくれる方は、ぜひふわっち、僕の YouTube、それからツイッター、この3つをフォローしてくれると嬉しいです。ふわっちとツイッターと YouTube のフォローぜひよろしくお願いします。それでは皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。